皆さんこ、なんかこもってんな、音かな、クリアじゃないな、来た、クリア。皆さんこんばんは、2018年3月の6日、20時25分です。よろしくお願いします。はい、こんばんは。はい、どうもどうも。はい、こんばんは。はい、みんなこんばんは。こんばんは。はい、ワードツー。トモさん、いつも風船ありがとう。ありがとう。こんばんは。あ、あ。アイメリング、こんばんは。荒野からね。ね、荒野のところいたね。なんか綺麗っすよね。すごいよね。競輪で10万使ってリスナーに花火起こせっつってんだから、大した玉だよな。クズ野郎だよね、クズ野郎。ゴミクズ野郎だよ、ゴミクズ野郎。この世界は素晴らしいですか？すごくいい質問だね。この世界は素晴らしいかどうか。天使も悪魔も人間だし、天国も地獄もこの世だよ。あなた次第だよ。あなた次第。俺ら次第でしょ。だから素晴らしいものを見るか、汚いものを見るかなんじゃないの。この世は無限の可能性があるよ。天国も地獄もこの世ですよ。今日人の集まり悪いね。なんだろうね。今日人の集まりめっちゃ悪くない？なんで28人しかいないの？ひどいね、ちょっとね。はい、ワード2。今日人の集まり悪いな。出世するにはどうしたらいいか。俺サラリーマンじゃないかんな。
出世っていう概念ってさ、ほらサラリーマンの人がなる概念でしょ。いや、学歴が良くてさ、上司に好かれたら出世すんじゃないの？成績残したりとか。だからいい学校出て、会社の上司に好かれるって、俺はなんだろう、サラリーマンって気に入られ商売だと思ってて、だから礼儀とかでしょ。礼儀とか重んじたりするわけでしょ。俺はだってサラリーマン向いてねえぞ。風船ありがとう、あゆみちゃん。トモさんいらっしゃい。髪の毛で、ね、金髪。もう少ししたらこっちは赤にするけど。いやいや、天国も地獄も行きたくないじゃなくて、この世が天国と地獄ってことね。この世が天国でもあり、地獄でもあるし。六道っていうのは心の捉え方だから、六道輪廻っつうのは。はい、こんばんは、みっこさん。最近ね、密教に手をつけたよ、俺は。ついに密教に手をつけ始めたね。今、チベット仏教、ニンマ派の、なんだっけな。ドルジュじゃなくて、なんだっけな。まあ、チベット仏教、ニンマ派のね、密教に手を出し始めた。密教の勉強してるよ、密教の。今はまだ大乗経典読んでる。大乗経典の基礎だね。はい、こんばんは、アニャコ。いらっしゃい。でもね、配信はね、仏教向かないなと思ってて、配信者を極めたいんだったら仏教はダメだっていう、欲にまみれてないと面白くないから、そこに対する葛藤はあるよね。仏がかるより神がかった方が配信は向いてると思ってる。メガホンありがとう。こんばんは。日蓮、俺あんまり日本の仏教はあんま関心がないかもしれないね。日本でいうところのね、真言宗とかに値するような、経典読んでますね、今。あんまりね、日本の仏教好きじゃない。なんでなんだろうね。だから日本のお坊さんに対する不信感があるんだよね、俺は。なんか金儲けしてるようにしか見えないんだよね。なんかビジネスマンに見える。はい、こんばんは。いっちゃいらっしゃい。空海も雨乞いとかしてた。あ、そうなんだ。へえ。井上さん詳しいの？真言宗って空海だもんね。雨乞いは別に構わないんじゃないの？雨乞いはダメなの？仏教と雨乞いしちゃダメっていうのは聞いたことないけどな。雨乞いは別にいいんじゃない？違うのかな？宗教は全部金儲け、全部ではないでしょ。俺は日本の宗教に不信感があるだけで、別に世界の宗教、例えばなんだろう、チベット仏教とか別に金儲けしてないと思うよ、そんなに。全部ではなくない。それはいっちゃんの偏見でしょ。いっちゃんがそう思い込んでるだけだよ。俺はそうじゃなくて、真理が知りたいのね。真理が正しいことを知りたいだけだから、勉強したいだけなの。別に宗教で金儲けようとかそういう気は全くない。全部が全部だと思わないよ。日本の中にもすごい人はいるんじゃん、出会ってないだけで。俺らがそんな気がするけどね。
すごいやつはすごい、すごくないやつはすごくない。はい、ワード2、マキルいらっしゃい。世の中にはすごいやつがいるんだよ。だすごいやつが有名になるとは限らないでしょ。宗教学者は別に憧れないな。儲からないんじゃない？学問つうのは儲かんねえか。儲けるのとは遠遠い世界だもんな。俺は別に学者になろうっていう気はないね。なんで宗教学に憧れるんだろうか。すげえな、稼ぐな。アイラ半端ねえな、マジで。ワドラにしよう。よくわかんない。かかしさんいらっしゃい。いろんな神様と考え方があるから。あー、まあまあ考え方面白いよな。死をどうやって捉えるかなんじゃないの。生きることと死ぬことっていうのはどういうことなのかっていう。俺は生死観を決めるのは宗教だと思ってるね。死生観って言った方がいいか。だから死を克服するまで宗教はなくならないっていうイメージ。だからまあ人間が生きてる限り一生続く問題だよな。絶対死ぬからね。絶対死ぬからね。生きるって短いよな、儚いよな、本当に。ユダヤ教の元ラビのコメディアンが、黒人と汚職人種ボロクソに対してたのを見てムカついた。おーおーおー、どういう風に叩いてたんだろうね。ちょっと興味あるかもしれないな。黄色人種は叩かれやすいよね。黄色人種が世界的に見て一番迫害っていうか、その格下扱いされるからね。黒人なんて比じゃないよ。どんなコメディーなんだろう。まあ、笑えないコメディアンはダメだよな。コメディアン名乗ってて客を怒らせるっつうのはダメだよね。でもなんか昨日さ、仏教の本読みながらメモ代わりにその本の中でいいなと思った言葉をツイートしてたら、その結構いいねボタンが頻繁にピコンピコン鳴ったのよ。俺すげえなと思ったのが、要はなんていうのかな、数千年経った教えが未だにいいねボタンを押されるってすげえと思ったの。引くんだよちょっと。
数千年前に考えた人のロジックが未だに通用するってすごくない？人の心を響くんだよ。だから俺ね、なんか普遍的ってこういうこと言うんだろうなと思ってちょっと感動したんだよね。すげえなみたいな。おそらく3000年ぐらい経ってるわけでしょ。ブッダの言葉マジ響くなと思って。でもね、ちょっとね、密教がややこしいなと思ったのがね、セットアップにすげえ時間かけてくるから、なんかとにかくね、その本題に入るところまで入らせてくれないの、本が分厚くて。でもそのなんつうの、心のセットアップっつうかさ、本読んでいく段階でなんかこう基礎的な部分の中にもね、なんか教えがあって面白いんだよね。人間自体は進歩してないだろうね。だから面白いのがさ、原始人と、要は数千年前の人間と今の人間、知能指数そんな変わってないらしいよ。だからその文明がないところに今生まれたての子供ポンって放り投げたら、その頃の生活水準になるんだ。で俺らっていうのは頭が良くなったわけじゃなくて、その建物とか記憶とか書物とかを引き継いでるだけだから、知能指数自体は変わってないっていう。すごくない？なんか、だから俺らが原始人に戻ったら、石と槍を使って火を起こしてウホウホ言いながらどんぐり拾ったりハマグリ拾ったりするでしょ、日本人だったら。まあそうだろうねっていう。で特別な人間が文化を一気に発展させるわけじゃん、文明とか文化っていうの。そう考えるとすげえなと思って。でもなんかやっぱり仏教の本読んでて、俺やっぱり仏教好きだなっていうのはどっかにあったね。仏教好きだわっていう、一番しっくりくる。いろんな宗教の中で一番説得力があって一番しっくりくるね。体系も好きだな、宗教としての考え方も好きだし。でもこれ生主に向かないんだよ。生主全部逆やってんのね。これあの十の善なる行為って分かりやすく書いたけど、現代語訳っぽく書いたけど、これって何、あの仏教ではちゃんとその漢字であるのよ。あの漢字で3文字で、あの生殺与奪だっけとかさ、えそれなんだっけ、なんとか与奪とかそういう漢字なんだけど、こういう風にお坊さん教えるべきじゃない？日本語で殺すことなく生命を慈しむ、これだったら分かるじゃん。なんでさ漢字で教えるんだろうね、熟語みたいなので。盗むことなく施しを行う、邪淫を犯すことなく異性と正常な関係を保つ、嘘をつかず真実を語る、粗暴な言葉で罵らず優しさのこもった言葉で話す。もうすごいシンプルじゃん。なんでさ現代語訳っていうかさ、お坊さんはこういう言葉で説法しないんだろう。これなんでなの、俺そこがよくわかんないんだよね。だってさ、そんなに難しいこと言ってないじゃん、小学生でも理解できるじゃん。なんでさ坊さんってさ、これってさ真言宗のやつだっていうのに気づいたの。真言宗だとこういう風に言ってんだよ。十戒って言うんだけど、ちょっと待って、十戒、戒め、10個の戒めって書いて10回かな。これをさ従前回だ、従前回って教えてんの。従前回になった瞬間、ほら不摂生、不中等、不邪淫、不毛語、不器語、不悪句、不良舌、こんなん分かるわけないじゃん。あ、南波さんいらっしゃい、久しぶり。なんか最近調子いいみたいね。これさどう思う、みんな。不摂生でまあ意味はわかるけどさ、普通に現代語じゃないじゃん。なんで仏教ってこんなややこしくしてんの、わざわざ。
俺これダメだと思うよ。やる気なくすでしょ。普通にだけどさ、その普通の人が聞いたら別に響かない。普通の人が聞いたら、いや殺したらダメだよって、命大事にしようねって。わかるじゃん。盗んだらダメだよって、施しを行おうねって、わかるじゃん。なんなんだろうなこれ。ショベリバより立ち悪くない？ショベリバと同じなのかな。日本仏教ショベリバってこと？なんなんだろうこれ。なんでこれに気づく仏教者がいないんだろうね。だってもう日本に仏教入ってきたらだいぶ経ってるわけじゃん。そろそろ気づけよって思わない？これ言葉通じてなくねみたいな。現代語訳が必要な昔の言葉ってだけじゃないの？違うの。お布団ね、すごい面白い話なんだけど、ブッダはこう言ってんの。弟子の教えにこう言ってんの。相手がわけわからないとか、相手が知らない言語で喋ったらダメだよって言ってんの。さらに言うなら、相手が頭のいい人だったら頭がよく説明してもいいけど、相手がバカだったらバカにわかるように説明しなさいってブッダ徹底して言ってんだよ。これ中国語なの。日本語ですらないの。もうだからブッダがやるなって言ったことそのものを日本でやってんだよ。いやだからカーマさんね、そうブランディングじゃん、偉く見せたいとか。これ仏教者としてあるまじき行為なんだよ。昔の人が翻訳っていうよりもブッダが禁止してんのよ、アムアムちゃん。これ仏教を学んでる人だったら絶対知ってるはずの。お坊さんだったら絶対知らん、もうマジマンジだよ。これ知ってるはずなんだよ、お坊さんだったら。なんで俺が分かることをやらねえんだっていう権威を持ちたいんでしょ。うん、意味が分かんねえよな。まあ小突きの語源だよね、小突き。意味が分かんねえよな。相手に合わせて教えるって仏教だけじゃなくて何にでも言えること。だからね、千代さんね、俺ね仏教嫌いで、お坊さん大嫌いで仏教勉強したが、ブッダの言葉には説得力めちゃめちゃあんの。お経もダメだよって、お経も禁止してるのよ。で偶像崇拝もダメって言ってんの。お前あの変な仏像建てんなよとか、フィギュアとか作んなよって、それに権威持たせんなよって、そこに祈っても絶対救われないからって言ってんの。でなんならブッダの面白いとこって、宗教はダメだっつってんの。すごくない？宗教で人救われるわけないって言ってんの。めちゃくちゃでしょ。もう俺ね、なんでこんなことになるんだろうっていうのが不思議でしょうがないんだよね。昔の人が翻訳っていうよりも、ほら中国語に訳して中国から入ってきたからね、教えが変わっちゃったんだよね。よくわかんねえよな。マジマンジの意味が未だにわかんないんだけど、マジマンジって何なの？最近若い子の言葉がわかんなくなってきた。マジマンジって何なんだろう。いや、 やっとねステッカーね入金されてから1ヶ月放置してた案件、やっと今日処理しましたよ。すいませんでした、あのズボラでごめんなさい。ほんとなんかね、3回ぐらい郵便局行ったって。マジマンジありがとう、マジマンジ花火ありがとう、花火ありがとう。いやだからマジマンジの意味が分かんない。坊さんほど煩悩の塊だよね、あれ仏教者じゃないでしょ。はいこんばんは、陽介さん。いや相手が理解できなかったら全く意味ないでしょってこと言ってんのよ。鳥年生まれさんいらっしゃい。相手が理解できなかったら、要は言葉を話す意味すらないっていうさ。あ、磯六さんいらっしゃい、うん、そこはね、なんかね、俺は仏教なんか仏教がちゃんと広まってないことに対してすげえ悲しさがあるんだよ。めちゃくちゃ悲しい。
すげえいいこと言ってんだけどね。例えばその昨日響いたやつもう一個あって、あの仏教を教えるのはいいけど、その器があると、でこれ弟子にまず教えんだけど、逆さにした器があるだろうって、意識集中し、あの要はちゃんと聞いてないと逆さにした器に水注ぐようなもんだよって、で忘れたり心に残んなかったらひび割れた器に水注ぐようなもんだよ、で欲とか煩悩とかに支配されてたらそれ毒がついてんのと一緒だから、毒のついた器に水注ぐようなもんだよって、すげえシンプルじゃん。なんてことはない話じゃん。これバカでもわかるでしょ、これ。これバカでもわかるじゃん。なんで専門用語使うんだろうね。どやりたいのかな。バカでもわからない。バカでも。なんかさ、もう現代語訳仏教者とか出ないかな。ちょ、バカにでもわかる仏教 YouTuber。そういうのなんか流行りそうだけどね。坊さんってデビュー前に修行苦行するでしょ、あれは特別な体験と疲労から古代妄想を根付かせるシステムなんだよ、だから坊さんは偉いと思ってる。いや俺あれ洗脳だよ、ただだってブッダって苦行の天才だったのよ、だからブッダと同じプロセスやろうとしてんだろうけど、ブッダって苦行ダメだって言った人だよ。苦行はダメだって菩提樹の下でさ、あの座禅を組んで瞑想をして誘ったわけじゃん、つまり苦行の否定をしてるわけじゃん。古事記？古事記とかあるってどういうこと？すごいよね。いやダメだこれやでしょ。ダメだこれやでしょ。いやマジでね、本当にね、分かりやすい仏教、なんか幼稚園でも分かる仏教、池上彰の仏教版みたいな人出てこないかな、仏教 YouTuber？ 俺ブディストではないからな。漫画版みたいなの？あー、神道の方。いや仏教にもあるよ漫画版って。その漫画版ですら図解とかそういうことでしょ、それですら専門用語使ってんの。俺いっぱい持ってるよ図解仏教とか、それですら全く意味ないことを教えてんの。だから要はね、日本の ブディスト、要は仏教者って、要はもう間違った教えを分かりやすく教えてるっていうか、もうそもそもやり方がダメっていうのが俺の言いたいこと。そうじゃなくて原点に帰れよっていう、お前の教祖様の教えじゃなくてお釈迦様が、釈尊が言ったことを言えよっていうのが俺の考えの。いやアレンジが効きすぎ、もう話が変わりすぎ、根本的なことは変わってないんだけど、ブッダが言いたかったことそれじゃねえだろうみたいな、むしろブッダがこれ否定する論理だろうって考えるの。まあまあ政治利用はバリバリされてきたね、どの宗教もそうだけど。でもそれって宗教者じゃないじゃん、政治家じゃん。神道と仏教は近くないと思いますよ。はい、和田通大輔さんいらっしゃい。苦行だったかわからないけど、修行を終えて自分のお寺に帰ってきて近所のお坊さんオーラがすごかった。まあ別に政治絡んでもいいんじゃないとは思うけど、間違った教えはやめようよっていうことが言いたいの。ほら、仏教じゃないものを仏教だっていうのはやめないっていうのが俺の考え。だってもう仏教じゃないでしょこんなの。いやまあそうだと思うよ、そうだと思うよ。
ああ、トト見てたんだ。お疲れ、トト。いらっしゃい。荒野瞑想中だからね。絶賛瞑想中だから。荒野に仏教を解きに行くか、今度。説法しに行くか。あいつカート・コバーン好きだもんな。ニューエイジに育てようか、荒野を。宗教が別に政治に絡むのは良くない。いや、俺はそうは思わないけどね。俺はそうは思わない。なんでかっていうと、宗教と政治が絡まなかった例が事例がないから。ある。日本ですらさ、バリバリ宗教を広まったのって政治的に使ったからじゃん。でも本来は民衆の心をつかむ、宗教に政治が寄っていくのが普通だと思ってて、アドバイスくださいって国の権力者がアドバイザーとして宗教家を雇うのは俺賛成なのよ。だそうじゃなくて、宗教家たちが政治をやろうとしてるの俺意味が分かんないよね。ここが問題だと思ってる。別に国のアドバイザーとか国王のアドバイザーでお坊さんがつくのはいいと思うよ。その坊さんが正しい教えをやるんだらね。だから大名とかにもついてたんだ、アドバイザーで。キリスト教もそうでしょ。政治には絡んでいいけど、絡み方が間違ってんの。思想から人を支配していく考え。支配じゃないよ。支配っていうわけじゃないよ。民衆を救うために動けよっていう。あくまで。民衆を救うためのシステムじゃないのって、機能じゃないのって。宗教は絶対必要だもん。だからね、日本人がね、無宗教だとか言ってるのね、俺ね、やばいと思ってんだよね。本当の無宗教なんていないのに、だからさ、学校の授業で習う道徳ってあれ宗教なんだよ。簡単に言ったら。倫理観とか教えるの宗教だから。でも、宗教かと、宗教を何か信仰してるっていう自覚がないって、もうそれ洗脳でしょ？ 一番たち悪い使い方だからね。あと、イベントとか機能だけ残っちゃってるとか、一番良くないよ。本来の意味忘れてたりするの良くないよ。道徳の時間で世界中の宗教を教えればいいのに。それはね、多分都合が悪いね。それはね、多分ね、都合が悪い。例えば、キリスト教原理主義っているんだよ。原理主義って言葉ってイスラム教を連想するでしょ。で、キリスト教原理主義の人って、あれだよ、普通の公立の学校行かせないんだよ。なんでかって、進化論を教えるから。聖書と違う内容を学校で教えるからっていう理由で。だから個人的なスクールに通うの、私立学校に。みんな教会とかがやってる学校、それインテリジェントデザイン説っていうんだけど、ね、矛盾してない宗教なんかないよ。でもまあ、キリスト教は特にひどいね。キリスト教は特にひどい。矛盾の宗教だよ。ザ・矛盾の宗教。さくらももこのエッセイで、近所の神社でキリスト教のお芝居やってた。学校で教えてアメリカはまずいことになってるような話は聞く。っていうかね、ダーウィンの進化論も間違って教えてるんだよね。ダーウィン自体は人間が進化してこのまま文明が発達したって言ってないの。
生命のほとんどはそう進化していっただろうと、要は神様の教え、聖書と違う教えが真理であるって言ったんだけど、こと人間に関してはよくわかんねえって言ったの。急激に爆発の進化をしてるから、特異点があるから人間には当てはまってないっていうことをダーウィンちゃんと言ってんのよ。それをさ、人間も猿から進化したって教えてるじゃん。まあ歴史の教科書でも教えてるよね。類人猿からね、猿から類人猿になって。そうそうそう、ポケモンとかも進化したりとかね。まあ原理、うん、全知全能っていうものも存在がおかしい。日本人には合わないだろうね、ヤハウェの存在っていうのは。俺はでもね、キリスト教の教え方が悪いと思って聖書読んでたらね、どうもなんだけど、勝手な俺の解釈なんだけど、多分ね、神様人じゃないよ。もっとね、キリストが言ってたことって内なる精神みたいな、その 霊とかよく出てくるんだけど、多分ね、もっとなんつうんだろう、霊的なものの話をしてるんだと思うけど、勝手にね擬人化していったんだと思うよ。いや、偶像崇拝が始まったんだと思う。だからね、俺は旧約聖書のこの一節が良くないと思うの。神様は自分に似せてアダムを作ったっていうのが問題だと思ってんの。この文章外せって思ってんの。これが擬人化の始まりよ。もうアダムの、要はエデンの話でさ、要はアダムを作った時に自分に似せてアダムを作ったっていうところからもう始まってんのよ、根本が。別にキリスト教が悪いって話はないけど、個人的に思うんだってキリスト超いいやつだったと思うよ。浅井さんみたいな人だったんでしょ、多分。クレイジーなぐらい活動的ないい人。まあ、パウロが作ったからね、キリスト教は。三位一体ね。でもさ、キリスト教ってそれこそ矛盾だらけでさ、神様が全知全能なのにさ、側近のルシファーが打点したってどういうことってならない一番のライバルのサタンを作ったの神ってことでしょ。何それ、もう俺の感覚からすると、何その宗教なの全知全能でもう超完璧な神様が間違いを犯しまくってんだよ。なんでそんなのを信仰するんだろうな。ね、隣人を愛せっつってね、異教徒は皆殺しにせよって女子供焼き尽くせって書いてる、すげえ神様だなと思うもんだよ。ああ、ではだからルシファーのうちの打点も計画のうちなんだろうけど、それって無能じゃんそれ無能でしょっていうか、そもそも人間のアダムがサタンに蛇にそそのかれて生命の実を食べた、それも無能すぎるだろ。現在、え、何、何届け物、うん、うちじゃないと思うよ。キリスト教はあんまピンとこないよな、やっぱ。キリスト教は人間は罪を犯すものとして罪を許してる、
や宗教矛盾だらけで一回整理しないといけないと思うよ。また宗教革命起こさないとダメだと思うよ。一回整理した方がいいよね。仏教もキリスト教もちゃんと民衆の手で。いや、一部の権力者がさ口頭で伝えていったわけじゃん。言葉の話でさ、その覚えられるはずがないもんね。体系的にやっぱ書物を読めるのがさ一部の特権階級だけだったわけだ。ブラックナイスさんいらっしゃい、楽しんでて。だからね、やっぱりね、民衆の手でちゃんと書き直すべきだと思うよ。なんて読むのこれ、なんて読むか分かんない。俺 YouTuber ではないよ、生主だね。 YouTube もやってるけど、生放送のタイムシフトを載せてるだけ。 YouTuber は今やってないっすね僕は。昔はやってたけど、てか多分日本初の YouTuber 俺だからね、誰もやってなかったよ。ユーチューバーって呼ばれる前の動画投稿系男子だったから俺。ヤマトと姫モモ染め姫みのみこと、わかんない誰か。神道全然詳しくない。でもさ、なんか日本のさ、そのアマテラス大神とかさ、なんか名前かっこよくない？なんかすごい日本的じゃない？なんかこの感性好きなんだけど、このヤマトヤマトと姫モモ染めのみことってかっこいいじゃん。どうもはじめまして、ヤマトとひもも染めのみことと申しますって言われたらすごいすごいくないですか。すげえこの人位高そうってなるの。そういう名前つけてほしいよね子供に。ヤマト言葉かっこいいよね。ヤマト言葉かっこいいよね。キセルさんいらっしゃい、こんばんは。地味っていうか、まあギリシャ神話みたいなもんだもんね、アミニズムだから。なんかふわーっとしてるよね、ふわーっと。派手さがないのか。うちの神社の神様の名前は雨のな、雨のみなかん、雨のみなかぬしの神。かっこいいよね、雨のみなかぬしの神ってかっこいいよね。骨っこさんいらっしゃい。ねえ、全然入ってきてるもんね。ヒンドゥー教すら入ってきてるもんね。何でもかんでも取り入れすぎでしょ、いくらなんでも。何でもかんでもやりすぎでしょ日本人。全然 OK OK って言ってさ、ウェルカムウェルカムだもんね。唯一イスラム教が入ってきないもんね、まあ弁財天とかもそうだよね。まあ新しいもの好きの日本人っぽいんじゃないの。ずっとね、島国で鎖国してるから新しいものが来るとテンション上がるんでしょ。カステイラカステイラカステイラテンプーラテンプーラってなるんでしょ。ラーメンラーメン。そう、ミクスチャー超得意。もうカステラテンプラミ、もう大歓迎。そのノリ、神様も。美味しい。アレンジしよう。すごいよね、感性がすごいよね、仏教もたまに、日蓮宗一向宗みたいな危険な思想に走ることもある。今ね、チベット文教勉強中。なんだっけな、本ある、そこに。あの密教読んだことなかったんだけど、それ取って日常書いて
飲んでた。あれ？のりこ。いいね、いいね。なんだっけ。結構属腺だ。属腺っていうね、あの密教体系の中でもムハ、ムハーマドラーとかいろんなのがあるの。体系、要は教え方で、密教のニンマハっていうところが教えてる属腺っていうのをちょっと勉強してる。オーセンティックなやり方だって。まあでもね、今どれくらい読んだんだろう、多分5分の1くらい読んだんだけど、そんなにそのまだ本編にすら入らせてくれないみたいな。何一つ目新しいものはなくて、普通な感じの普通な入り方だね。むしろ長いって感じ、すごい長いの、その本編に入るまで。まだ本編にすら入ってないっていう。ちょっと説教臭いっていうか、うん、ちょっとそのハードル、なんつうんだろう、うん、ちょっとまだ読み終わんないとね。2週目なんだけど、前回読んだ時なんだか分かんなかったけど、今回はちょっと知識がバージョンアップしてるから入りやすくなってる。いや、本何度も読まないとダメだね。そうだね、あのね、タントラ、まあ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 密教だからタントラも出てくるんだけど、そのチベット密教の中にその先祖帰りなわけじゃん、密教って。要は体感を重視していくわけじゃん。だからちょっと面白そうだなと思って。まあ、ニンマハはタントラって一言で片付けられるような話ではなさそうなんだよね。でもまあ面白いかな、読んでて。どれだけ吸収できるかがわからないけど。まあ、結局身にならなかったら何にもなんないかもね。死者の書は読んでないけど、死者の書出てきたね、この中に。要は何々っていうのを体系的に学びたいなら、死者の書でそこは書かれてるって書いてあった。死者の書がこの中に出てきたね。まだ読んでないです。面白い。そう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 、おい、上作ちゃんいらっしゃい。風船4個ありがとう。死んだ後のナビゲーションみたいな感じか。でもさ、そのちょっと俺がよく分かんないのが、死んだ後って何もないって考えちゃってるから、生きてる時のなんかエッセンスの方が勉強したくない。それさ、死んだ後に世界があるっていう前提じゃん。でもあれだよね、チベット武器面白いよね。性風俗の本とかあるんだよね。それ読んだんだ、3000円ぐらいする本で買って読んだんだけど面白かったよ。なんか何々人はなんかクリトリスがでかいみたいな。すっげえ面白いんだよ。どういう風に愛撫するととか、何々人は声がでかいとか、これ仏教関係ないでしょっていうさ、ただのセックスハウトゥー本で面白かったんだよな。これだ、チベット愛の書ってやつ、これこれ。チベット愛の書っていうのがあるんだけど、チベット仏教かな、チベット仏教かなんかのセックスだけを書いてあるんだけど、ただただ卑猥なの。なんか何々
系の女はウサギのようにめでろみたいな、何これみたいな、うん、すごいんだよ。なんかでもうなんつうの、ウサギタイプ、メスジカタイプ、メス牛タイプ、種馬タイプとかよくわかんない、レンゲタイプ、エガタイプ、ホラガイタイプメスゾウタイプとか、もうこれ占いじゃんっていうさこれ何なのっていうさ、これ3200円で何なのって思ったもん。種馬タイプ、興奮しやすく嘘つきで老若男女問わず親族も含むいかなる女性とも交わる、母や姉妹とも情欲の対象とし、女抜きでは一日たりともいられない武骨な巨体に肌は黒色、武骨な巨体に肌は黒色、足は長く俊敏、精力絶倫で勃起時の弾痕の長さは指 12関節分、精液は多く悪臭を放つ。ドレさんじゃんこれ、種馬タイプじゃんドレさん。チベット医学も特殊、あれまあまあお坊さんが治すからね。んお珍しい、あれワンギリ、何でもせえ、うん、ピコンピコンってなってるな、何だろう、はいはい、おなごみさん久しぶり、超懐かしい、から系の時間帯うまく見えてない、から系、昨日から系の時間帯、系オウムの朝原もそういうことやって、女性信者ってやってた、うん、まあセックスは一番そのなんて言うんだろう、変性意識っていうのを作りやすいのね。だからまあ修行、まあチベット仏教でそのオナニーのやり方とかも教えるぐらいだから、俺は性と宗教は結構密接な関係があるのが普通だと思ってるね、だってその射精をするとかオーガズムを感じるって死の対極にある思想じゃん、死の真逆っていうかさ、か本来宗教家っていうのがその性に詳しくて普通だと思うよ。あ、まあ禁欲はどこもやるよね、一般的な、だから犯罪者が多いんだよ。牧師さんとかだからロリコンの少年の男の子に手を出す確率異常に高いんだよね。
それしょうがないよね。普通の女の子セックスできないから、そういう趣味に走っちゃうんでしょ。男の子にいたずらしちゃうんだよ。カトリックは大問題になったもんね。おかしな方向に行くよね。絶対行くよね。だから拘束具とかつけるらしいもんね。低層帯って言うんだっけ。なんかすげえ強いパンツ。オナニー禁止パンツ。俺ね、日本人のその性風俗文化って、俺さ、なんかメイドの耳かきとかも俺風俗だと思ってんの。あの手つなぐだけのデートとかも風俗でしょ。あれこんなに多種多様、ノーパンしゃぶしゃぶとかもう狂気だよね。ノーパンしゃぶしゃぶって俺すげえ誰が考えたんだろうと思って。ネーミングにパンチ力ありすぎるじゃん。ノーパンしゃぶしゃぶだよって言ったこともないけど実在するわけじゃん。すごくない？何なの？そのノーパンしゃぶしゃぶって。キャバクラも風俗でしょ。間違いなく。キャバクラは風俗でしょ。だって風俗産業なんだから。いや、風営法で取り締まってるしね。だから風俗がバリエーションが多すぎるんだよ。いや、日本は性文化めちゃめちゃ花開いてるからね。もともと変態国家だから文化が深すぎる。なんつうの、その庶民の考え方とさ階級の考え方ごっちゃになってるじゃん今。階級制度がなくなったから問題があると思ってて、庶民は庶民のルール、武士は武士のルール、商人は商人のルールってやらないんだ俺ダメだと思うよ。だってぶっちゃけた話さ、農民は農民として生まれた方が幸せじゃね？そう思わない？身分制度は俺は必要だっていうか、その、うん、必要だと思ってるかな、俺は。そう、庶民に武士のルールとか倫理観を押し付けても無理だよ。うん。だって、葉隠れは武士が読むもんでしょ。だってさ、農民とか工場労働者にさ、武士とは死ぬことと見つけたりって、お前それ奴隷の論理になっちゃうじゃん。絶対教えちゃダメでしょ。会社のために死ねちゃダメでしょ。あ、本当に？ちょっと読んでみようかな。江戸時代末期には入れ替わってたんだ。でもその階級はあったわけでしょ。別に俺農民の中から侍になるやつがいてもいいと思ってんの。だけど基本的にはそのある程度枠組み作ってあげないと頭いいやつが、俺配信やってその変な言い方なんだけど、世の中にバカってこんなにいんのかよと思ってびっくりしたの。あの分かると思うんだよこれ。分かる人は分かるって思うし、ふざけんなっていう人はごめんね。ふざけんなって怒る人はごめんね。でも俺分かってくれると思うの。みんなネットをやって俺本当に驚いたのが、俺ネットズブズブの人間じゃなかったの。もともとはリアルの方でずっと生きてた方だから、ネットあんま使わなかったんだよ。秀吉はまあまあ、でもまあ、あのなんだっけ、あのすごい強かったらしいよね。その土地持ちだったって噂だよね、木下藤吉郎は。まあまあいいんだけど、そのなんつうの
そういう秀吉みたいなやつがいていいと思うんだけど、基本的にはバカにはバカのルール作ってあげないとダメだと思ってんだよね。っていうのが俺の考え方かな。あ、新選組百姓出身なんだ、知らなかった。と思いません？わかんない。賛同を得られるかどうかわかんないけど。わかんないよ。後にさ、ニートの書物とか、なんか200年後とかさ、ニートっていう人たちの思想みたいなのがさ、まとめられるかもしれないよ。2チャンネルとかの引用とか、働いたら負けとか格言として残るかもしれないよ。働いたら負けは多分200年後に引き継がれる論理でしょ。どうなんだろうね。俺ニートがいて何が悪いんだと思ってるけど、ニートがいてなんかね、その庶民が日本のためにみたいなやつたまにいるじゃん。なんか日本がこのままだダメになるって、いやお前がやることコメント書くことじゃなく政治家になることじゃないのって思っちゃうの。なんつうんだろう、そのなんかその自分がやるべきこととを国のせいにして、自分が弱いから国のせいにして国のために頑張るみたいなこと言ってるやつ俺信用できない。うん、まあまあ今でも得た否認扱いじゃないの。でも昔いたよね、なんかネットがなかった頃さ、家族に隠されてる伝説のお姉ちゃんとかいなかった？なんかお前姉ちゃんいたのみたいな、それは触れるなみたいな同級生が、その話は触れるなみたいな顔する同級生いたでしょ。なんかその開かずの間みたいな、家族が押し込めてる存在みたいないなかった？まあ、多分のんちゃんそういう存在だったと思って触れるな、のりこのことは話すなみたいな。だからネットは封印が解かれただけだと思ってるんだよ。見えてる？みんな情弱ちゃんの問題だと思うよ。みんな見れてるよ。いたよね昔、あれが今で言うニートでしょ。だから昔からいたような気がすんだよね。そう、なんかこう部屋の中に閉じ込めてる存在っていたような気がするんだけど、怒鳴り声を上げる若者とかね、部屋の中でね、問題なく見れてるよね。あ、座敷わらしのルーツはそれなんだ。いや、メンヘラちゃんだ。山にこもる人とか、あ、でもね、俺ね、富士の樹海にいるらしいんだよ、一人。俺、会ってみたいんだよね、その仙人がいるんだって。俺さ、それで山の中入ってたんだけど、あれ死ぬよ、本当に。なんか、正確に言うとなんだけど、富士の樹海ってまっすぐ歩くと、1時間半まっすぐ歩くと、絶対ぶつかるよっていう、道路に。で、実際そうなのよ。だけどね、あの、言葉でわかるのと、実際行ってわかるのって全然違くて、360度常に同じ風景なの。まっすぐ歩くなんて無理だよ、無理。獣道を俺歩いたかんね、本当に冷や汗止まんないの。道見つけた時 夕暮れになり始めてて、はぁって思ったもん、助かったって。樹海入ったことある？出らんねえよあんなの。見せようか、あの電波がなくて配信できなくて写真パシャパシャ撮ったんだけど、ビビるよ樹海。見る？自殺スポットとかも分かったしさ、怖かったわあれ。樹海の落とし物ってサイトがあったんだ。なんか素敵なタイトルだね。樹海の落とし物、何そのキャッチーなの。
どの辺だっけな、樹海に行ったの。2014年だからね、情報と体験は一緒にするべきじゃないよな。体験はすごいよ、やっぱり。あー、それはまあ不謹慎かな、ちょっと。それはなんかいたずらっつうかさ、なんつうんだろう、その要は怖いもの見たさで遊んでるサイトだからな、言っちゃえば。俺はあんまそういうの好きじゃねえな。それはまあ小学生とか中学生がすげえすげえってはしゃぐならわかるけど、本格的どういうこと？要は死体首吊りとかが映ってるだけなんじゃないの？どこら辺だっけな。旅どこら辺でやったっけ。あれもう旅から出てきてるよな、これ多分。はい、ワード2。ないな、写真が。あ、この辺かな。この辺だ。いい、大丈夫。写真スライドショーで樹海出していいの？樹海出していい？樹海大丈夫？みんな行くよ。まず最初は意気揚々と入ってくんですよ、こんな感じで。やる気あるじゃん、顔に。行くぜ。まだやる気あるでしょ。これ360度、まだ道があるの分かる？ここにさ、道があるでしょ。こんなの余裕なのよ。まず参道だから、要は歩道になってんので、まだ道あるの分かる？これ、ここ歩いてきゃ戻れるじゃん。まだ大丈夫なんだよ、まだ大丈夫。でも この辺からちょっと道がなくなってくんだよ。いや、40分迷ったかんね、この中で。で、こういう風に、まだ地面があるのね。その、なんつうんだろう。これもう人が歩いてるっていうのがわかんのよ、道で。で、何が変わるかっていうと、気づいた時に、あのね、ふかふかするの。要は人が歩いてないから、道がなくなった時に、ふかふかし始めんのよ。これ、キノコだね。で、ここはまだ地面があるのね。要は、クッションになってないんだけど、で、そのこんな感じなの。すごいだろ。もう超綺麗なのよ。超もうもののけ姫の世界の奥に入っていくと、もうね、静けさとざわめき、その葉っぱのざわめきと風のざわめきと鹿とかのフィーとかチュンチュンとか鳥の声とか、もうすごい幻想的。これ別の角度なんだよ。これわかる？もう360度どんどん、もう道がなくなってきたでしょ、だんだん。これをひたすらまっすぐ行ったの。やばいでしょ。もうずーっとこの世界よ。で、もう焦った時のこの顔であるだよ。気づいた時にこの顔であるだよ。やばたーんつって。これもう絶望的な顔ね。あっていう時の顔。ここが多分広場になってて40分ぐらい歩いたところなんだけど、これすごかったな。こんな世界。こんな世界の。人の顔っぽいの？え？どこ？どの写真？え？どこどこどこ？え、どれだ？これ？え、いや、俺の顔だけど。これ？これ？いや、俺の顔だよ。これ？米付きバッツさん、これ後ろ、どこどこどこ、え、どこ、
え、どこどこ、これじゃない、大丈夫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 、見間違え、あ、うん、オッケーオッケー。いや、あるよね、多分ね、樹海だからね。のんちゃんね、心霊見つけるの超得意なんだよね。ロハコさんとのんちゃんすぐ見つけるから。まあ、でこういう森ですよ、ひたすら森森森、人がたくさん映ってる感じする。でもね、もうここは完全に自殺スポットは分かった。奥まで行って30分ぐらいだ、簡単に引き返せないんだけど、こうやって急に広場になるのよ。道なき道を歩くと広場になって、人の、要はこれ瓶かなんか、酒瓶かなんかとか、酒瓶でしょ、要はね、こういう岩陰に酒瓶とかがあるの。もうここだって分かったもん。あ、ここで死ぬんだって分かった。こういう岩のこういうところとか、こういうところとかになんか物があったりするの、すごい世界でしょ。だからここをしばらく歩いたら釣ってるの分かるんだよ。もう要は人がここで生活っていうか、なんつうんだろう、分かるの、この辺で多分腹決めてるっていうのが。もほら、これ水筒やる前に一杯とか、要はもうここで人、あ、俺もここで多分行くんだっていうの分かったよ。歩き疲れて30分ひたすら道なき道だから、すごい時間かかるのよ。で、人通りも全くない。で、物がある。で、ここで行くんだっていうの分かった。だからここにもほらゴミがあるでしょ、ちょっとペットボトルとか、なんか人のビニール袋とか出始めんので、明らかに中学生とか肝試しとかやる場所じゃないのよ。うん、ここに酒瓶あるでしょ。こう紐は垂れてたね、正直紐は垂れまくってた。うん、ここに瓶あんの分かる。だから多分ここで雨宿りして、ここで酒飲んでたんだよ。すごかったよ。なんかもうほら酒瓶、これなんだろうね、何の酒なんだろう。これ普通の参道じゃないから歩いてこれないよ、ここまで。こういうところに隠れてんの。で、まあ元に戻ってきたっていう、感じかな。で、美味しい桃を食べた。これうまかったわ。これうまい、シャッキシャキの桃。急に話変わって申し訳ないけど、これうまかった桃。いや、もう終わったよ。桃美味しかった。桃が、桃、これはうまかったよ。終わった。生還した桃うまかったね。ていうか普通にうまい桃だったシャキシャキ。ケンタメはどつ桃、でも高いんだよな、あの桃。いい桃なんだよね、ブランド桃。バガーありがとう、アイテムありがとう。いやさ、さ、戻ってくるの早くて森の写真見ちゃった。いいんじゃん別に。だけどね、なんかね、すごい静かだったよ。なんかね、怖さの質がお化け的な怖さじゃないの。要はね、本当に森が誘い込む感じってよく小説とかに書かれてる感じあるじゃん。すっごい冷たくて、ほんともののけ姫みたいな幻想的な風景の、もう自然の音、もうヒーリング音楽と
生でパノラマでもう大なんつうの神々って感じだ。なんかねその心霊的な怖さじゃないの、もっともっと精霊というか、なんか別の怖さだったね、それこそね神道的というかアミニズム的というか。これでねなんかねもののけ姫の神様出てきたら面白かったのにね、よっさんの話じゃないね、軽々しく入っちゃいけない感じだね、だから本当にあれだよ怖いよ、要は鹿の足音とか聞こえてくるからね。まあいい体験だったね。いや行ってない、なんかねロハコさんがリスナーが住んでるらしいよ、ロハコさんのリスナーがそこに住んでるらしい、そこは行かなかったね。でもあれしょヒッピーが住んでるんでしょ多分。そうそう樹海樹海ママさんいらっしゃい、そこで尽きる人はある種癒しを求めて吸い込まれる、いや違うでしょ、いや違うでしょ、いやだから最初は普通の歩道なのよ、でロープが張られてんので、あの要はビニール紐でマーキングしてあんのよ、でも足りなくなるじゃん、もっと奥まで行ったの、行ったろうと思って神会やって若かったから神会やでって思ったけど電波入らないじゃん神会もクソもねえけど、まあ行くしかねえやと思ってガーッと入っていって、ある時地面が柔らかいっていうかクッションになり始めて、ほっといてたの、無意識で歩いてたから、でパッて後ろ見たら後ろに道がないのさっきまで道があったのにないのよ、パッて見たら、でビニールテープも終わってるので、あって思ったらもうアウト、でもうそっからぐる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 回っちゃってバカなんだけど、本当に怖いよ、こう虫なんつうのこうクッションふっかふかなのよ絨毯みたいに、それをもう登ったり降りたりしてやばいやばいやばいって言ったら広場がバーンって出るの、それがさっきの空き缶とかのスポットなのよ、でふわーって俺は逆にそっちが嬉しくなっちゃって、見つけたと思って、ここだ絶対ここだと思って、だけどこうぐるぐる回るのよ、うわ空き缶だパシャーと取ってたから、あれってなって余計分かんなくなっちゃった、本当に分かんなくなって、もうそっから冷や汗ドラーだよ、なんか怖いのやっばと思って、もう冷や汗止まんなくて軽くパニックになって、もうなんか静かに来んの、え大丈夫だよねみたいな、一人だよ、え大丈夫だよな大丈夫だよなって、あれあれってもうぐる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 回るので、偶然ビニールテープがずって紐が出てきて、もう辿ってなんとか道まで、バッてこう紐がビニール紐みたいな見えたからガッて引いたらブーって木までたどり着いてて、もうそれたどって、そしたら道が出てきてセーフっていう、だからその1時間半まっすぐ歩けたら、まっすぐ歩けたら絶対道路にぶつかるの分かってんの、理屈ではまっすぐ歩けないよ樹海の中森が。はいどうもどうも、なんかね上弱ちゃんね他の人は見れてるみたいよ、多分ね上弱ちゃんの問題だと思う、家庭の Wi-Fi 環境だと思うよ、みんな見れてるって言ってたから、映像も音声も問題ないって、多分家の Wi-Fi 環境いじってみて Wi-Fi リセットするといいかもね。なんか小説が原因らしいよね、もともと富士の樹海自殺スポットじゃなかったんだよね、なんかベストセラーの小説の自殺スポットで、それが広まっちゃって定番になっちゃったんだよね。でもなんかなんだっけな、山梨県の看板かなんかで面白いのがあるんだよね、他県で死んでくれとかうちで死ぬなみたいな看板があるんだよね、迷惑だよな。いや危なかったっつうか本当に怖かったよ、あ遭難ってこういうことかみたいな、遭難ってこれだって思ったもん、
そう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 、やっぱ都市伝説とかさ。だからほら、山手線のどこの駅が自殺多いとかいうのも、それが広まれば広まるほどそこで飛び込んじゃうんだよね、多分。でもなんかヒーリングだって言って言ったらヒーリングになるね、ヒーリングだと思って言ったらヒーリングになる。どうなのヤバゾー、ビットコインバブル弾けたでしょ。どうなの最近。散歩コースから入ると大丈夫どころか、散歩コースだよこんな幅のさ、ハイキングコースだ。東京で死ねだっけ。気配とか、だからさっきも言ったけど、神聖な感じ、霊的な怖さじゃなくて、もっとその本当のなんつうの、自然の神々とか、もののけ姫みたいな世界。もののけ姫はあれよくわかってるよ、宮崎駿さん。もうね、なんつうの、無音でヒーリング音楽で森とかあるじゃん、あんな感じでザーザー、太陽さんさん、真緑、ピューピューピュ ー, ピューとか、鹿の鳴き声とか、遠くでカサカサカサとか、ヒューとか、キーキー、ピュチュン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 、怖いっていうよりも神って感じ。なんかその森の怖さ、静けさの怖さっていうか、まあそうだね、なんか魔力があるね、魔力がある。仮想通貨ようやくスタートなんだ。へえ。まだ伸びるビットコイン。あ、そう。あ、やっぱ視点が違うんだな。俺はもう終わりだと思った。ようやくスタートなんだ。ちょっとヤバそうに聞いてみたいな、ビットコイン感っていうか。まだ上がる。俺はなんかもっと敷居の高いところが出し始めて変わるんじゃないかと思ってるんだよな。銀行とかが出すんじゃねえかみたいな。 J コインは買いたいんだよな。でもなんか体験することって大事じゃない。頭で分かってること、体験することって全然違うから。いや、なんか命を使って遊んだって感じだけど、本当に危ないけど、なんつうんだろう、生きることですごく大事なことだと思うけどな、知ってるっていうことは。怖かったけどね、なんかこう死がすぐそこにある感じがあるもんね。やっぱりここで動物に襲われたら死ぬなとか、イノシシ出てきたら死ぬなとか思うもんね。教えてくれるよ。携帯もつながらないしな。いやだからね、俺ね、本当に違和感があるのが、人間が潜在的に地球よりどっかで偉いと思ってるんだよ。なんか絶対あるはずなの、人間の方が偉い、地球はすごくないみたいな。地球を人間が壊してるっていう発想って、人間は悪だ、宇宙には必要ないとかいう中二病的な発想あるけど、あれって人間の方がすごいと思ってるからなんだけど、人間って全然大したことないよ。多分ほんと津波一発とか自然の力とかで、例えばね、オゾン層って破壊したらあれだって言うじゃん。あれ10年経つとすぐに戻るの知ってたとか、
なんかね、何にもできないんだよ人間って。実はなんかその石油は枯渇する、地球に良くないとか、あんま地球はそんなこと考えてないだろうなっていうそれが俺の感覚なのね。人間がどんだけ頑張っても地球一つ壊すことなんか絶対無理。あのね、表面上のなんか生物とかを根絶やしにすることはできても、海の生物とか地球自体に影響を与えることって多分無理だと思うよ。せいぜいできるの人類皆殺しぐらいだよ。そう、人間がギャーギャー言ってるだけっていう。で、戻るんだよ。そう。だからね、人間の価値観で、その地球を、なんか、だから環境保護団体とかが、なんか温暖化とか言ってると、バカなんじゃねえかって思うんだよね。そう、お前らの価値観だろ、みたいな。なんかさ、水位が上がる下がるとか言ってるけど、関東平野なんか水浸しだったわけじゃん。ゴキブリ、なんかね、便所太郎さんのゴキブリについてのツイート見た？あのゴキブリについてのツイートめちゃくちゃ面白かったよ、便所太郎さんの。なんか若い頃にゴキブリに異常に興味が湧いたんだって、便所太郎さんが。で、調べてて覚えてることをちょっと文章にまとめたわっていうツイートが面白くて、ちょっと紹介するね。俺ね、これはね、便所太郎さんらしいなと思ってすごい面白かったんだけど、汚い話じゃないから大丈夫だよ。ゴキブリ、ゴキブリツイートどこだ？あれ面白かったんだよな。ゴッキーツイート待ってね。ゴキブリについてまとめたツイート。俺が思ってるよりもゴキブリはすごかった。ビビるよ。あれ、ゴキブリないな。え、便所さん、ゴキブリどこやった？ゴキブリツイートどこだ？ちょっと待って、探すね。便所さんのゴキブリについてのツイート。あれ、なくなった？あれ、ないな。消したのかな？あれ、すげえ面白かったのにな。あれ、ゴキブリツイートなくなってる。なくなってるわ。なくなってるわ。ゴキブリって頭とお腹に脳があるから、胴体、頭切り離されても生殖活動ができるとか、オス、オス、メス、メスってなっちゃった場合は、どっちかが体を変えてオス、メスになって交尾する。あと、セックスを1時間以上かけてするんだけど、メスが精子を体内に取り込んで、なんか長時間その産卵ができるとか、卵を産み落とすんじゃなくて体にひっつけておいて、ちゃんと孵化するまでその卵を守るとか、あとなんだっけな、とにかく生命力が半端じゃないの。いや、それあれでしょ、テラフォーマーズでしょ。脳が2つあるって意味が分かんないし、もうすげえよ生命力。むしろなんかずっとこの形態で生き続けるのよくわかるよ。あと、あ、そうだ、あともう面白かったのが、アスファルトを食べて生きていけるの最強だと思わない？アスファルトを餌に変えることができるの、ゴキブリって。だからもう本当に根絶やしなんて無理だって思ったもん。無敵なんだよ本当に。だからゴキブリ並みの生命力っていうのはよく言ったもんだなと思って。いや、完成形っていうかすごいよね。脳が2つあるって俺感動したね。脳みそが2つあるって。そう、だからもう完璧なんだよやつら。っていうかさ、実際着力っていう格闘技イベント盛り上がったの？俺見てないんだけど、閲覧多かったの？どうだったの？知ってる？誰か。着力ってイベントあったよね、格闘技の。
あれどうだったの？うまくいったの？ちょっともう過ぎた話題で申し訳ないけど。まあ誰も噂してないってことはまあまあそういうことか。わかんない。ふわっちなのかキャスなのかもわかんないよね。あのね、地球は丸くないですねっていう噂ね。ちょっと縦長とかちょっと横長、まあ見方によるんだけど、ちょっと楕円形なんだよね知ってた？まん丸じゃないよ。自転で回転してるから横に広がってるっていうか、北極と南極があって回転してるわけだ。ちょっとこう横に長いのっていう説ね。俺はほら実際見たわけでも測量したわけでもないからあれだけど、でもそれ宇宙の常識でしょ今、うん、月は裏側見えたもんだね。もうお椀型いや、さすがにどうなんだろうね。まあまあまあバカにはできないよな。地の果てが真っ平だって考えてた時代もあるんだからな。俺らの常識で宇宙は測れねえよな。今はダークマターとかじゃないの？暗黒物質、ダークマター。人間どれだけ頭いいんだよな。あ、いや俺ね、暗黒大陸、要はハンターハンターの戸上先生の暗黒大陸の設定が出てきた時に、俺本当にこの人天才だと思った。あれは引かない。あれはすげえ引くよね。暗黒大陸、要はこの世界、ジンが言うじゃん、ジンフリックスが。お前日本世界地図見たことあるかって。あれはほんの一部だって言って震えるよね。でもなんかフラグが出てたっていう考察のスレッドが面白くて、なんか重力が、なんだっけ、重力が、なんかジャンプとかする描写とか見るとみんな高く飛ぶ。で、飛行機とかがなくて、その飛行船で移動してるとか、なんかその重力が軽いんじゃないかみたいな説があって、で、そうすると、その星がでかければでかいほど、そのなんだかで、みたいな考察、よく考えるな、こいつら、みたいな。それ面白かったね。だから世界がどうなってるのかって本当は分かんないよね。もしかしたら俺らが考えてる宇宙とかじゃなくてさ、あれは頭のいい研究者たちが支配するために作った論理かもしれないからね。本当は宇宙人がいて、俺らは飼育ケースの中で管理されてる存在かもしれないし、マトリックスみたいに夢見せられてんのかもしれないし、おお、ロハコさんいらっしゃい。宇宙の始まり以前、時間の始まり、生命の始まりについて。俺ね、ちょっと話変わるんだけど、これもう子供の頃からの持論なんだけど、
おそらくなんだけど、一般人が言ってる時間と物理学者が言ってる時間っていうのは違うっていうことを言ってて、俺らが言ってる時間は存在しないって子供の頃から言い続けてるので、最近そのネットとかそのいろんなものを時間について見てると、多分俺が言ってるの正しいと思ってるね。時間なんてものは存在しない、あるのは運動だけ。要は時間っていうのは脳の記憶を引き継いでるから人間が生み出した妄想。多分ね、動物にも時間って概念ないと思うの。飼ってみると分かるんだけど。真空崩壊というのが熱い。おー、真空崩壊。だからね、その未来と過去っていう考え方とか、そういうもっともっとなんか複雑なものだと思ってる。おはよう、ロハコさん、バーガーありがとう。重力は足かせで捉えてる。俺ね、重力は子供の頃分かったよ、感覚的に。要は円運動の回転の遠心力だっていう考え方だった、子供の頃は。とんでもないスピードで回ってるわけじゃん、それくっつくだろうみたいな。ごめんね、バカで。あの頭いい人マジでしないでよ。中卒のあれだから。すっげーでかいのがすっげー回ってるんだからくっつくだろうっていう、それが俺の感覚の。重力も違うだろうっていう。遠心力でしょ、あれって。だってさ、すっごい速く回ると、うわーってくっつくじゃん。G がかかるじゃん。あれでしょ？ごめんね、バカで。時速何キロなんだろうね、地球。でもとんでもないスピードだと思うよ。俺らはそれで生まれてるから動いてないって前提になってるけど、だって、こんな大きさのものが1日で空見たらわからない。とんでもない速さで回ってるよって俺は子供の頃考えてた。だからそういう話を先生にするんだけど、付き合ってくれる先生が小学2年生の頃の恩師だけだったの。そういう話に真面目に取り組んでくれるっていうか、本気で考えてくれる人はその人だけだった。多分時間はないよ。夕方から夜になるの超早いもんね、日が沈むの。っていうか、そもそも時間ってさ、俺ね、ちょっと深い話していいですか。あのさ、俺最近だんだん分かってきたんだけど、あのね、月の暦の方が多分正しいよ。要は時間24時間で割ってるのってさ、月の暦で割れるの知ってる？あのね、絶対月の暦を使った方が俺はいいと思ってる。要は時間は回転数というか割り算じゃん。要は地球で生きていって1っていう単位を作るために1に1っていうのを作る、1っていう単位を24時間に割って昼と夜でっていう、ただそれだけのロジックじゃん。だから別に俺らが漠然と思ってる時間っていうのは存在しないの。ただ運動のスピードとしての計測として物理学ではあると思ってるんだけど、不可逆的だっていうのは体感で分かってたの。だからね、未来過去っていう考え方がおかしくて、今しかないんだよ。そう、退院歴って読むのかな。あのね、月の暦の方が絶対人間のサイクル合ってると思う、今の現状。それはね、あの5分前仮説って言って、あの昔からやってるの。あと、なんだっけ、夢なんとかの夢みたいな、昔からあるのが、要は現実味を帯びてきたってだけだよね。要は仮想空間なんじゃないかっていうの、リアルの精度が上がったバージョンだよ。それをね、脱却することは無理よ。要は簡単に言うと、昔からあるんだけど、5分前に世界ができた、存在したっていうことを証明できない。それは無理なの。それのなんかもっとネット版って感じがする。要はね、時間がないって分かると過去も未来もないっていう。あと、過去から未来に進むって時間を勝手に決めてるのは人間らしいよね。数学の世界だとそういうのが通用しないらしいよね。おお、久しぶりじゃん、肝臓ソールドアウト。いらっしゃい。荒野の枠でなんかいたね。
さっきね、あ、なんかね、俺ね、最近地下空洞説、地球地下空洞説は熱いなと思って、オカルトなの分かってるんだけど、オカルトとして楽しんで見てるね。多分当たんないんじゃん。うん。でかに地球にはおそらく一回 ぶち当たってるからね。あの月って不思議な、ほら地球の周りに月が回ってるじゃん。これって珍しいらしいの、天体的に。で地球、月の成分調べたらほぼ地球と同じ構造なんだって。これもおかしいんだって、別々にできてないの。あれって要は月ぐらいの大きさのがゆっくりぶつかったんだって。で宇宙の始まりからすると、地球ってちょっと傾いてるんだって、あの自転が。で傾いてることが謎なのと、月の惑星、月がなんでできたのかって考えると、ある学者がビッグバン、ビッグバンインパクト、ファーストインパクトじゃなくて、なんだっけ、まあいいや、名前忘れちゃったんだけど、こう、そのなんとかインパクト。ゆっくり月ぐらいがめり込んでいったの。ぐわーって。で、ぐわーって傾いて、で、その残骸がバーンって宇宙上に飛び散って、その地球の時点で固まったのが月だっていう説が一番整合性が合う。エヴァンゲリオンもその世界観で作ってるんだけど。滅ぶんじゃなくて、それが脳の大洪水とか言われてるよね。最近ブレないいや、肝臓ソールドアウトの言うブレっていうのが何なのか分かんないけど、あんま意識してないよ。いや、でもね、最近強くなった心が。ジャイアントインパクト説だ。ありがとう。最近ブレなくなったね。ブレなくなったっていうか、心が安定してるっていうか、配信との向き合い方が変わったね、だいぶ。多分年取ったからっていうのもでかいんだけど、今ね、配信5年目に入っていろんなね、いろんな心理を得ることができるようになった。うん、てつさんこんばんは。要はね、ちょっとね、和道流じゃないけど、変なかっこつけた言い方だと和道流配信術じゃないし、配信っていうものが見えてきたね。俺の役割とか、俺がやるべきことみたいな。へえ、土星みたいなリングがあったんだ。ブレてるブレてないとかじゃなくてね、あのね、なんつうんだろう、大衆心理っていうのかな。あのね、これ言うと誤解があるかもしれないから、あんまり言わないようにしてるんだけどね。その、要は、どの距離感っていうのが分かってきたんだよ。リスナーさんと配信者の絶妙な距離感、俺は掴んだね。で、あと普遍的なものを掴んできたの。要は一回一回傷ついたり悩んだりする必要ないんだこれっていうのに気づいてきた。これはもう普遍的な人間の心理なんだっていう、俺が悩む問題じゃないっていう、大人になった。ちょっとそれは結構いい。なんかね、配信者だけじゃなくて、これね、人と多く関わる職業の人がいつか出会うものっていうか、そういう感覚かな。悟りはちょっとあるね。要は人間っていうもの、そう、人一人一人じゃなくて人間っていうものがだんだん掴み始めたっていうか。で、そのそれで俺も人間なわけだ。で、自分がやることと自分がコントロールできないことって区分が、整理ができてきたの。要はコントロールできないことをコントロールしようとしたら迷うんだよ、傷つくんだよ、怪我するんだよ。これ間違いなので、ここに、これはこっち側だって分類ができたから、あ、これ大丈夫じゃんってなったの。めちゃくちゃ悩むね。特に配信に関しては誰よりも考えた自信があるし、誰よりも向き合ってきた。だからね、鮫島さんとかも通過してるっていうのが最近分かってきた。この問題クリアしてきたんだろうな、この人たちっていう。金梅さんとか、ちゃんまんとか。だから、彼らが言ってる意味分かんないと思って、過疎の頃意味分かんなかったことがだんだん分かるのよ。あ、これはこういう意味だよなっていうか、分かる分かるっていうか。うん、それがなんか楽しいね、最近は。で、何が面白いかっていうと、分かってないドレさんがすごく気づかせてくれるの。
ドレさんはさ、急に大手になったからすっごいいろんな、ものすごいプレッシャーを感じてんのよ今。とんでもなくいろんな経験をしてるから、荒野とかさ。だからそこはまだそこで悩んでるだろうなっていうのが分かったりして面白いんだよね、うん、で逆に言ったらドレさんの方がまだ俺よりも超えて見えちゃったものとかもあるから、うん、そういう情報交換とかすごい面白いね。なんかもうなんだろう、僧侶っていうかさ、ほんと禅の世界に似てるんだよね。それがそのなんだろう、宗教とかにも教えてるんだけど、あのね、漫画とかの格言でもいろいろあるんだけど気づかせられるんだよね。要はね、未来も過去も、要は恐怖って過去、うん、恐怖って過去っていうかね、未来と過去なんて言えばいいんだろうな、言葉で難しいんだけど、あのね、突き詰めて悪い意味じゃないのこれは。本当諦めって意味じゃなくて運なんだっていうの。子供、あのね、運なので、運とは何かがだんだん分かってきたあのね、俺ね、努力すりゃなんとかなると思ってきたので、今までは無理やりそれやってきた。で、努力で変えられることはできるのよ、本当に。努力でどうにでもなるとは言える。ただどうにでもならない領域っていうのに気がつき始めた。こっから先この辺運だぞっていう。で、努力は大事、努力を否定はしてない、俺は努力これからもし続ける。ただこっからは神の領域っていうのが見えてくるのよ、聖域っていうのが。そう、達観したっていうかね、本当に最近悟ったのよ。最近だから楽よ、楽とは違うんだけど、そのやるべきことだけ見えてるから、俺の役割これねって、俺ここやればいいのねってさ、具体的になったの。今までも手当たり次第やってたから、わかんないから。それが生きてきたんだよね、だんだん。あ、違うの、朝のツイートは違うの、あれは仏教あれはこれの、あの、要は俺のメモ代わり、うん、これはそのあの覚えておかないとなっていうのを付箋貼ろうと思ったんだけど、付箋買ってなかったからツイッターに記録してただけ。俺の言葉じゃないあれは。あれは付箋買ってきたからもうツイートしないけど、あれは悟ってない、俺の言葉じゃない、うん、これね、これに貼って勉強中なの俺も。あのね、違うんだよ、日本人って運のことバカにしてるんだよ。運ってもっと深いの、運って深いの。あのね、もちろんその俺は真羅万象の全てを手に入れたっていうわけじゃないのよ。要はね、なんて言えばいいんだろうな、真理の扉が見え始めたの。これ真理の扉じゃないみたいな、俺が欲しかったやつじゃないっていうのに触れ始めたのよ。あ、俺探してたやつこれじゃねって。まだ開けてない、多分いっぱい教えてくれんのこれから。でもようやく32で見えたの、やっと来れたのここに。だから全部を手に入れることは不可能よ、それは神ってことだから、神にはなれないから。でもね、欲しかったものが手に入りそうなんだよね、今ね、その見えてるし触れてるんだよね。これを今どうしようかなって遊んでるの。生まれた天命とかもあると思うよ、正直言うと。あると思うよ、生まれた瞬間からダメなやつってあると思う。99% 人間何も気づかないまま死んでいく、儚い世界。そうだから、生まれた時からダメな、要はね、あの、要はね、うん、いい感じよ最近いい感じなの、うん、最近いい感じ、うん、まあでもね、これはそのなんつうの、人様に言うことじゃないのよ、うん、人様に言っても意味がないことなの。かかしさんいらっしゃい。なんて言うんだろう、自分の中のものなんだよね。あと分かる人としか話せないものだからさ、
いやだからそのブッダの言葉の中にあったな、悟りの方法は教えることができるけど、悟るかどうかはお前次第っていう まさにそれでしょ、自分のこと変えられるのは自分だけなんだよね。変える気がないやつに何言っても無駄でしょ、変わるやつは勝手に変わるでしょうって。欲しいものが手に入りそうだね。いや、仕事も突き詰めたらニルバーナあると思うよ。ブッダが言ったわけじゃん。靴磨きやってみろと。10年磨いてたら悟れるよって。そういうアプローチもあると思うよ。生まれながらにして悟ってるやつもいると思うよ。独学って言うんだけど。いろんなやつがいるんだけど、別になんか、こう配信でも俺はあると思うよ、そういうの。配信でも。いや、跳び箱すらなくても1億円掴むやつを見てきたから。生まれた瞬間から1億円親からもらえるやつもいるんだよ すげえよな 俺らが一生働いて2億3億、おそらく今の日本人って2億ぐらいだと思うんだよ、俺の予想。一生働いて2億なんだよ、多分。で、多分搾取され続ける、手元に残るお金ね。だけど、生まれながらにして2億親からもらえちゃうやつがいるんだよ。エウレカ見たことないかわかんねえな。いやー、だから、それをね、羨ましいじゃなくて、でもね、そいつが幸せだっていうのも思い込みなの。そうじゃなくて、2億を自分で掴み取るチャンスがあるっていうふうに捉えるようになったね。楽しいじゃん。そいつは2億親からもらった絶望かもしれないんだよ。わかる？だから、2億、俺が欲しいから、そいつが持ってるから羨ましいっていうのは価値観の。そうじゃなくて、俺らは貧乏に生まれたから2億を掴み取る、自分で掴み取るチャンスを与えられたっていうか。別に金だけじゃないよ、それは。金だけじゃないけど、金で例えるならね。だから、俺は確かにそんなに稼げてない。20万かもしれない。でも、俺は配信で喋りで20万ってもう何にもない状態で、なんつうの。この声とこれだけでやったっていうのが俺の誇りなのよ。俺の。仲間がいるっていうか、見てくれる人がこんな100人近く毎日いる。この人たちが助けてくれてるって。このライフスタイルに誇りを持ってるのね、俺は。だから楽しいよ。いや、まあ、蓋開けたら乞食かもしんないけど、蓋開けたら乞食かもしんないけど、それはもう気にならなくなったのよ。だって、その人の価値観じゃん。俺にとっては誇りだから。俺がだって子供の頃からどうしても手に入れたかったものなんだもん。楽しいことやって稼ぎてえっていう。で、喋りが好きだから。で、それを小好きだっていう人もいるよなっていう。いいんじゃねえっていう。俺楽しいもん。っていう感じ。今は。ねえ。要は、だって、あれでしょ？ほんと。2億欲しいか。欲しいね。でも、その2億が宝くじに当たった2億と、配信で稼いだ2億って全然違うような気がしてて。だからまあ、いつか手に入ると思うよ。ただ、俺は俺のやり方で手に入れるけどね。要はやりたくないことやって、要は、じゃあ2億円どうやって手に入れればいいっつったらさ、ずっと働きゃいいんだもん。60歳まで。40年間。俺はこれ嫌だって思うの。誰でも手に入るじゃん。俺はやらないって決めた。俺のやり方で2億手に入れるっていう感じ。
だからまあ欲しいけどこだわりはあるよね、うん、やり方に対するこだわりはある、うん、でまあ働いてねサラリーマンやって2億3億手に入れるのもいいんじゃねっていう。でもまあ金が一番優先順位上かっつったらそうでもねえかな、うん、まあ、基本的には食ってけりゃいいわけだから、まず食ってくことだよね。まあ当面の20万食わせてね、みんなアイテムよろしくね。金はまああればあるほどいいでしょ、便利でしょ。ただ便利なだけで幸せにはなれないと思うよ。金イコール幸せだとは思ってない。金はあればあるだけ便利、超便利、超ラッキー、ただそれだけ。幸せとはまた別。パフェありがとう、負けるパフェありがとう。まあいつまで続くかわかんねえけどな。金は最強、まあまあ道具だね、道具だね。最強でもないよ、最強でもないよ。俺は向いてないな、コツコツ安定してっていう。そもそも生きてて安定なんてものねえと思ってるから。むしろなんかストレスの方がやばいとか、やりたいことできない方がストレスになるから、ストレスが俺人を殺すと思ってんのよ。だからそっちの方が怖えな。札束抱きしめてくれないとか思う、詩人だな。札束抱きしめてくれないって名言じゃない。もう結構響いたね。札束抱きしめてくれないっていうその感性かっこいいね。なかなか言えないよね。あのね、世界一、日本の配信者で世界一とかあんまりそうじゃないんだよな。要は与沢翼はホリエモンになりたい、ヒカキンになりたいって言ってるやつらは一生なれないと思ってんの。うん、なんかそういう他人と比べる領域で勝負するんじゃなくて、もう本当になりたい自分になろうと思った。自分にしかできないことってあると思ってて、その結果としてそのなんつうの、数字が目標になったり夢になったりすると疲れるじゃん。うん、だからなんかもうやりたいことをとことんやって笑ってるやつが勝ちだよ。うん、いやいや笑顔でいいんじゃない。俺笑ってたら勝ちだと思うよ、本当に。笑ってるやつには勝てないよ、うん、100億持ってさ、もう死にたいって言ってるやつとさ、ポケットの中200円しかねえって言って笑ってるやつ、どっちがいいかってさ、俺極端な例かもしんないけど、やっぱ楽しんだやつが勝ちだと思ってる。うん、まあ本当はね、数百億あって笑ってれば一番いいんだろうけど。だからあんまり金と幸せを結びつける感覚は俺はよくわかんない。だって収入で言ったら俺負け組だよ、日本の中で最下層でしょ、まあ、生活保護からちょっと抜け出した色がついたぐらいでしょ。だからその辺の大学生のアルバイターに負けてると思うよ、収入で言ったら。要は今の価値観で言うと負け組でしょ、世間一般で言う。でも負けても楽しいかんな俺。
そこが厄介だよね。そこが厄介なんだよな。負けてる自覚がないって厄介だよね。あー、同意見だね、うん、エンターテインメントとして読むべきだよね。信者になったら終わりだよね。でシルバーのこともだいぶ考えたので、俺はもう開き直って、俺すげえシルバーのこと考えたの。俺ね、100万で売ることにしたの。これね、結構大事なことなんだよ。もう意味が分かんないって言われたんだよ。実際笑われたんだけど、あのね、俺100万で売ることにしたの。要はね、3万円とかで作ったらストレス半端じゃないの。100万で俺買うやつ出てきそうな気がすんのよ。アホ、俺と同じぐらいのアホがいそうじゃない？世の中に。世界中探したらさ、何人かいると思うの。いや、ワゾーのネックレスめっちゃかっこいいんだけどつって、100万安いねっていうバカがいると思うの。俺はそのバカと最高にシェイクハンドできるから、もう100万で売ろうみたいな。いや、もう8000万とかね、いろいろ考えたんだけど、要はね、なんで100万かっていうのもあるのよ。あのね、100万は要は進化できるからの、俺の中で。要はね、多分20万とか10万は1日でパッって言っても俺の中で感動がないの。でも100万は買ってくれたらだよ。100万で買うやつがもし世の中にいたら俺の人生が変わるって思ったの、今の俺ね。わかる？やばぞ、この感覚わかる？今の俺はあなたから100万もらったら人生変わるんだよっていう価格なんだよ。で、俺多分いると思ってんの。で、それが慣れてきて普通になったら1000万、1個のネックレス1000万で売ったら俺人生変わんだよねみたいな。で、俺の人生変えてみないみたいな。俺もネックレス作るからみたいな。そういうのが楽しいみたいな。さくらさんいらっしゃい。ホリエモンをイライラする人の特徴わかるよ。要はね、あの、人間の感情を一切度外視して、最先端でこうやったら効率的だっていう話しかしないから。だから、コンピューターみたいな思考をしてるから、人間味とか、喜怒哀楽みたいなものを重んじる人とか、遠回りが好きな人がイライラする。感動とか人情とかがないの。コンピューターみたいな思考なの。100万で売れて味しめたら悪いの？何が悪いの？八部さん。よくない？欲しいものが全部手に入るんだよ、100万で売れたら。いや、価値はあなたが決めてって言うと、誰にでもタダであげますよって話になるから、そういうゴミとは話したくないの、シルバーのこと。そんなタダでくれっていうゴミみたいなやつが集まってきてクレーム言うに決まってんの。そいつらとじゃないの。お前の夢買ってやるよっていう超かっけえやつと俺は取引をしたいの、うん、ハピネスいらっしゃい。そう、価格はあなたが決めてっていうのは嫌だね。俺は売る値決めは俺が決めるっていう。で、俺はそのシルバーで人生ちょっと次のステージ行こうと思ってて、3年かかってもいいの。むしろ3、じゃあね、やばぞ、こういうことなのよ。3万円で33個売るのに3年かけるのか、たった一人の男に、いや多分ね、50個売らないといけないんだよ、利益率で言ったら。3年かけて50個売るようなバカなことやるよりも、たった一人の男のためにシルバー作って100万で買ってもらった方が俺かっこいいと思ったの。どう？そっちの方が合理的だし、その人にとってもそのシルバー付加価値がつくし。うん。そう。
だから俺はそれで行こうと思ったのよ。そっちの方が全員勝つっていうか、買った人もハッピーになって俺もハッピーになって作りがいがあってっていう、そう、作るのが嫌になりたくなかったのね。だんだん悟ってきたよ。それはね、リーバイスのジーパン買った時に思ったの。いや、誰か買ってくれればいいですねっていうか、俺はその出会いも楽しみにしてんだよね。だってさ、俺の作ったシルバーを100万で買うやつって相当頭おかしいやつだと思うの。金持っててもできないの。要は頭おかしくないとできないの、わかる？金持ちなんて腐るほどいるんだよ。100万出せるやつ腐るほどいるの。そうじゃなくて、俺が作った価値のないものに100万出せるやつっていう条件がついたのよ。で、さらに金持ってるっていう。絶対面白いやつに決まってるじゃん。そいつとつるんだら、つながりができたら俺の人生加速するもん。作るの嫌になってたっていうよりも、まあそう、旅配信の時もそうなんだけど、やらされるに変わった瞬間俺投げ出したくなるの。俺自主的にやりたいからやってたのに、自由じゃなくて責任とか、なんつうんだろう、そう、人からやれとか、ああだこうだ言われたら投げ出したくなるの。別にお前らのためにやってるわけじゃねえよっていう。そういうのがあるから、その、自分の感覚っていうの、居心地のいい自分のフィールドっていうのを常に保っておきたくて。そう。いや、だから3億で売れたらもっとハッピーになるわけじゃん。でもね、俺多分3億って言われたら断ると思う。いや、今100万なんだよねって。3億とか10億じゃ売れねえんだって。今100万なんだよ、欲しいのはって。だから俺にもプロセスがあるからって。だから買わないやつにとやかく言われたくねえっていうか。いや、俺断ると思うよ。1億出してよ、お前のって。いや、ごめんって、俺の実力今100万だからって。悪いねって。あんたはもっとさ、未来で会いてえわ。あんた強すぎるよって。もっとあんたは、もっと力のあるやつのところ行ってくれって。俺に必要なやつは100万俺に投げるクレイジーな金持ちだよ。そう。要はね、1億持ってもなんだかわかんねえよ。今の俺。今の俺がさ、1億持って何かわからないもん。要は身の丈超えちゃってるわけじゃん。そうじゃなくて今、俺だって身の丈超えてたんだよ。生活保護の時さ、月収さ、その数十万円を放送で稼ぐって本当に夢みたいな話だったんだよ。ニコ生の時。本当夢だよ。今だよ、100万って言ったらみんな笑ってるじゃん。俺当時、俺は本気で夢見てた。喋りで食ってくんだ。配信で食ってくんだって。笑われたんだよ。でも3年後手に入ったんだよ。で、今すげえ楽しいわけじゃん。この楽しみがさ、違うんだよね。シルバーで100万で次いけるんだよ。そう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 。おー、バレーニョ久しぶりじゃん。元気だった？引っ越してない、引っ越してないよ。そう。50万なら買うのよって言われたら、いや、ごめんだよね。ごめんだよね。うん。正直。正直ごめんだよ。うん。3億、そう、危険っていうか、なんつうんだろうな。例えばさ、例えばなんだけど、言われてることこういうことなの。みんなに分かりやすく言うね。レクサスかっけえなー、中古のレクサス欲しいなーっつって、ローン組んじゃう？ローン組んじゃうって言ってるところに、ポルシェやるよって言われてる感覚。冷めない？いや、じゃあレクサス、中古のレクサスの話してんだから、つって。ポルシェの話、わかんないっつって。わかんないっすわってなるでしょ。俺が言われてんのそういう感覚なんだよ。ポルシェの話じゃねえんだよって。俺は成田で中国のレクサスで地元のヒーローになりたいんだよって。わかんねえよっていう感じ。断るでしょ、いらないよって。身の丈超えすぎだよって。成田でそんなやついねえよみたいな。そう。
一生落ちたやつっつうか底辺っていうか本当の地べた見たから、日本の中の多分最下層まで行ったから、そこの経験は強いよねやっぱ、だからさ、例えばさ、ワンピースで言うところのね、バギーぶっ倒してるところあるじゃん。あす、バギーとボコボコにやり合ってるところで、なんだろう。あの、今戦ってるビッグマムとか出てきたら終わりじゃん。違うだろうってなるでしょ。俺ね、だから鷹の目のミホークが、あのところでゾロとやるのはちょっと早すぎたと思ってんの。あれ、いじめじゃん、多分。あのさ、イーストブルーの辺境でさ、小競り合ってる時にさ、渋海のさ、トップ出てきちゃってさ、それ負けるだろみたいな。あれちょっとなえるじゃん。あれ一発でアウトだったよ。あれ、そのゾロが認めらんなかったら。それ勝てねえだろっていう。そう。違う違うって。ヘルメッポ連れてこいって話だから。順番があるだろうっていう。あ、でもね、北斗の拳不思議なんだよね。最終回見た時に、なんでこんな弱いやつがラスボスなんだろうと思ってびっくりしたんだよね、これ。最終回意味わかんなくない？ラオウの方が強かった。なんか順番がめちゃくちゃだじゃない？シンって結構強いじゃん。ケンシロウ一回倒してるしさ。あれ不思議な漫画だよな。出てくる順番、強さの順番違うんだよね。何なんだろうあれ。シンめちゃめちゃ強いよね。トップクラスに強いよね多分。いきなり最初のボスで出てくるキャラじゃねえだろみたいな。しかもなんか太ったなんかデブ。格闘家ですらないデブ。海王じゃないの。いや見た方がいいよ。最終巻見るとびっくりするんだよ。なんでこいつなんだっていう。いや俺ゲームはやらないね。そう、バットのやつすげえ弱いんだよね。ハート以下だよ多分。ハート様の方が強いよ。ていうか強いとか弱いとかじゃなくて格闘家ですらないようなキャラなんだよ。あれ何だったんだろう。いや読んでみると面白いよ。順番おかしいなっていう。だからケンシロウが最初から最強だったっていう話みたいに見えるんだよな。そうそうそう、ケンシロウが記憶なくしたやつ。ん？なんて呼ぶの？種もみじじい。記憶何回かなくしてるのかな。あんまりちゃんと読んでないけど、まあ何回かなくしてんだろうな。原哲夫も覚えてないんだ。なんかあとあれだよね、北斗の拳って遠近感がおかしいよね。あれがすごい面白くて、なんかもう距離感が分かんない。カメラどんなカメラで撮ってんのみたいな。でかすぎたりするんじゃん。あれがすげえ面白いんだよね。サウザーかっこいいよね。引かぬこびぬ帰り見ぬだっけ。あのなんだっけ、なだぎっていうさ、あの友近と付き合ってた芸人がさ、サウザーのモノマネすんのすげえ面白いの知ってる。すっげえ好きなんだよなあのコント。なだぎだっけ。好き、あれ面白いよね、あのサウザーのモノマネで。シーンイケメンかな。俺トキが好きなんだよね。トキとかレイが好きなんだよね。なんと水晶剣奥義。
小白レイ、なんかなんだ、鼻にかかる喋り方すんじゃん、レイって。あれすごいいいんだよね。名だぎたけしか、うん、まあ、バカだなと思う。あそこまで入りきるとバカだなと思うよね。ああいうなんか大人のバカっていいよね。あーレイいいよね。でもなんかあのレイとユダの戦いがすげえ長かった記憶があるね。3巻ぐらいだよね、うん。パフェありがとう八郎さん、ありがとうございます。シューザとアインもちょっとよくわかんないんだな。なんかスロットでやってストーリー大体わかったけど大体スロットでわかるっていう。死に際かっこいいよね。ジューザはユリアの兄？違くね？ジューザは違くねえか、うん、アイコンも、おう、ヤヌラッキー変えたんだ、サムネ。天体観測か、天体観測か。でも天体観測なんかやってるやつ一人もいなかったけどな。知り合いにいる？俺バンプオブチキンの天体観測聞いたドストライク世代だからあれなんだけど、知り合いで望遠鏡持ってるやつなんか一人もいなかったからあんまりピンとこなかったんだよね。普通の天体観測の人がいないのに午前2時とか言われても分かんないよね。踏切とか言われたもんねピンとこなくない？いた？天体観測やってるやつ。いや違う違う違う、だからいや、なんつうの、周りにその自分も望遠鏡持ってないのにその午前2時踏切にとか言われても、そもそも天体観測やったことないからそこを掘り下げられても分かんないよっていう。いなかったよね、望遠鏡。まあ、顕微鏡じゃなくて俺は双眼鏡ぐらいだよ。双眼鏡持ってるけどね、うん、ちょっと望遠鏡はハードル高いだろう。 いないでしょ、いなかったでしょ。何なんだろうね。だから藤原元雄の周りにもいなかったはずなんだよ、うん、ベルトに結んだラジオ、雨は降らないらしい。2分後に来た、大げさな荷物背負ってきた。素敵か顕微鏡持ってたんだ。それもまあ珍しいけどね。微生物観測いい歌なんだよね。藤原元の世界観いいよね。顕微鏡はいるよね、たまにね。2分後に君が来た、スポイトとかを持ってきた世界観が小さくなるじゃん、顕微鏡だと。バンプ K は最高だよね。 K はやばいよね。ホーリーナイトやばいっすよあれは。っていうかね、あのバンプはね低すぎる。あの実際ライブだと何言ってるか分かんないからね。
爆音の中、藤原元夫がマイクの前でボソボソ喋ってるだけだからね、あれ。あれは CD に向いてるバンドだよね。おい、亀尾さんいらっしゃい。で、昔は良かったな。ほら、携帯電話とかなかったから、心霊スポット行くとき俺8ミリカメラ持ってたから、8ミリカメラ係だったの。何かイベントとか撮影ある、いたずらするときとか、ずっと俺が呼ばれんのよ。そういう役割分担があったじゃん。ラジコン持ってるやつ、車持ってるやつ、カメラ持ってるやつ。そう、なんかそういうパーティー的なのが良かったよね。あいつの力が必要だみたいな。このプロジェクトにあいつが必要だみたいな。そう、今さ、その携帯で何でも撮れちゃうしさ、なんかそのキャラクターがどん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 平均化していってるよね。そう、海水浴行くのでも、要は海行くのでもカメラマンが必要だと。俺カメラマンだったんだよね。成田のスティーブン・スピルバーグだったから、いやー、あの時代は良かったよな、ほんとな。あ、スマッシュブラザーズは喧嘩するよね。俺はね、ドカポンっていうのが好きだったの。ファミコンでね、ドカポンっていうね、悪魔のゲームがあるんだけど、最高に面白いよ、あれ。ドカポン。ドカポン知ってる？みんな。あれ、本当に友達なくすからね。本当ね、人間の嫌なところを全部見れるゲームだと思ってる。ドカポンは流行んねえのかな？すげえ面白いんだよ。要は、桃太郎電鉄と、ロールプレイングゲーム、要はあのドラクエみたいな職業を選んで育てるっていうのと、あとは人狼、ドカポンって言って4つの職業、戦士、魔法使い、シーフの1キャラクター選んでスゴロク振るので、マスが行くとモンスターが出てとか宝箱で戦闘してレベル上げで、このゲームの恐ろしいところって、仲間と仲間が同じ目とかに行くと仲間同士で戦うので、相手の財産を奪っていって、最終的には確かなんだけど金を一番持ってたやつが勝ちっていうルールなんだけど、もうとんでもない裏切り合いなのよ。要は遠くのマップにいるのに遠隔魔法とかでお金奪うとか武器を奪うとか職業のステータス下げるとか、もうね、要は仲間で徒党を組んだりもするのよ。要はこっち入ってくんなって強いやつにお金渡して賄賂とか渡しながらとか、もう政治なの、ただの。ドカポンはすごいよ。もうほんと裏切り合いだからね。で、何が面白いかっていうと、ドカポンって、全財産を失って悪魔と契約するとサタンっていうのになれるのよ。もうお金も全部、そう、サタンポイントっていうのがあって、マップの端っこの方に。そこに行くと悪魔が現れるの、ブーンって神様が、サタンが現れて、で、悪魔の力欲しいか、全財産捧げるかって言って、もう焼けっぱちになるわけじゃん。もうやられまくってると。でサタンっていうのになるとワープができていろんなところ殺しまくれるの。絶対勝てないの、強すぎて。でお金をじゃんじゃん奪っていくけど、そいつ自体はサタンになったら儲からないの。だから町とかを破壊したりとか、その何つうの、ボスを攻略するとそっから印税が取れるようになるのよ。でだから自分の城を守りながら育てながら、そうディフェンスしながらマップを攻略していくのね。だけどサタンになると城に悪魔を召喚してボスを呼んで振り出しに戻したりとか、もう圧倒的な力でバンバン殺してお金奪ってとか、もう要は悪魔側に転生するっていう設定があって、そうやけだからサタンも作らないようにうまくうまくやっていかないといけないの。それがすごい面白いんだよね、ドカポン。意外と知らないんだよね。結構名作だよ、ドカポン面白いよね。マジで喧嘩になるからね。もうスマッシュブラザーズなんて比じゃないよ、喧嘩の仕方が。本当に嫌な感じになるから。いやだからね、スマートフォンがいろんなものをね、デジタルカメラなくしたでしょ。ビデオ、地図、懐中電灯、あとなんだろう、電話、あと何？手紙。あと何なくしたんだろう。すごいよね。それは10万払ってでも iPhone 欲しいわな。むしろ iPhone あったら何もいらないぐらいだもんね。だってギターアプリとかじゃらーんって弾けるもんね。
すごい世界だよな。ドラムも叩けるからね、 iPhone で。物がいらなくなってくんだ。ギター弾くやつとかいっぱいいたもんな。アコギ弾けるやつとかなんか良かったもんな。ギター持ってきてっつったり、遊びが楽しかったよね。だからね、俺ね、子供にはスマホ持たせない方がいいんじゃねえかっていう。スマートフォン持たせない子供ってもうレアだと思うの。あえて高校3年生までスマホ持たせない子供ってなんか逆にかっこいいやつになりそうだけどね。そんな感じするよ。あとカーナビもなくなったか、 iPhone で。車の車高？下手したらね、あ、買い物すらも奪ってるからね。 Amazon で買い物できるわけだから。ショッピング好きなのにな。Google マップはカーナビぶっ壊したでしょ。でも生の体験に勝るものないよ。やっぱりさ、 AV 女優、綺麗な AV 女優かもしんないけど、おっぱいでかくて綺麗かもしんないけど、可愛いかもしんないけど、セックスをしなくなるよな。 AV のオナニーは所詮オナニーだからな。うん、だからね、綺麗な AV 女優でオナニーするよりもブスとセックスをした方がいい。これ女の人わかるでしょ。ブサイクとセックスした、それは違うのかなブサイクとセックスはやだ。やっぱイケメン、俺はなんか綺麗な女でオナニーするよりもブスとセックスした方が 100% 得だと思ってるんだけど。いや、なんか時系列がおかしいかな。嫌なんだ、イケメンとセックスしたいんだ。虚しいだけうん。賢者タイムないんだよね、俺。人生で一回も賢者タイムっていうものを味わったことないから、賢者タイムが何なのか全然わかんないの。何なの賢者タイムって。いや、だから睡魔が半端じゃないじゃん俺。もう射精をしたら寝るからね。あの眠気によく耐えられるね。すぐ寝るからね俺。寝ないのみんな。セックスしたらコーヒーとか飲むの何するの賢者タイムって。何、一服したり、一服したりすんの。俺はすぐ寝るから。そこ覚めるとかないです。異常な睡魔が来るね。異常な睡魔が来る。
いや、ピロートークっていうか、だからもう眠いん。とにかく寝るん。睡魔。エッチの後そこを寝るのって嫌なの、のんちゃん。嫌われるっていう統計データが。いいの、寝ていいの。むしろなんか寝かしつけるためにみたいなところあるからね、うん、むしろ俺を寝かすためにみたいなところあるよ、俺らは。俺の安眠のためにのりこは戦ってるんだ。俺の睡眠を守ってるんだ、のんちゃんは。眠りの神様だから、眠りの女神様。いや、俺だからないんだよね、そのオスの本能がないんだよね。すげえダメなやつなんだろうね。だから女属性なんだろうね、俺は。だからラブホテルの休憩の意味が分かんないもん俺ね。もうダメなの、なんか寝る前にするものだと思ってるから、セックスは。その後12時間ぐらい確保しないと嫌なの。ホテルとかの嫌なところ、タイムアウトとかチェックアウトの時間が迫ってる感じがすげえ嫌だよな。あれがすげえ嫌だ。早く寝かせてっていう。しかしあれだよな、普通の枠楽しいのにさ、本当に花火上がんないよね。びっくりしない？いや、前からさ、昨日も気づいたんだけど、全く花火上がんないんだよね。そんなに悪いトークしてんのかな。いや、だからね、多分ね、トークの内容とか配信の内容と花火関係ねえよな、多分。全然関係ないよね。まあ仕方ねえ、今日も狐枠やるか、後で。何なんだろうな、これ。こればっかりは未だに分かんないんだよな。配信内容と、その、花火の比例のしなさ。ないよね。別に悪くないじゃん、今日の枠。なんか楽しいじゃん。これが不思議なんだよな。未だにわけわかんないもんな。これ一体何なんだろう。何なんだろうね。アンチコメが増えるとやっぱ守りたくなるのかな。いや、タイミングなんだろうけど、もう、でもデータ的には完全にやっぱキツネの方が花火上がるんだよ。何なんだろう、やっぱ敵がいないと味方は強くならない理論かな。敵はいた方がいいのかな。謎現象だよね。でもアイラとか敵いるか。何なんだろうね。なんか心理的な何かがあるんだろうけど、よくわかんねえよな。まあいいや、今楽しいから。テテテンテテテテテテ。いや、薄い話した方が、怒鳴ったり薄い話してた方が花火上がるよ。だからあれじゃん、配信に多分濃い話とか楽しさとか求められてないんだと思うよ、多分なんだけど。
いしょ。彼女がいるから婦人部。いやでも別に色恋で投げてる人じゃないよ、俺に投げてる人は。婦人部、でもね、女性主婦のリスナーさん投げてくれてるけどね。何なんだろう、婦人部。いや、それ言うけど別にそれないと思うよ。あ、でも光くんの閲覧がガクッと減ったのはあれは怖かった。1000人ぐらいさ、ツイキャス見てたのに、彼女できたってカミングアウトした瞬間200人ぐらいになったじゃん。あれはビビったね、怖っと思って。怖くない、あれ。怖っと思ったもん。こんなに数字に出るんだと。それが原因かどうかわかんないけどね、たまたまだったのかな、俺が見た時。怖いよね。まあでも芸能人がその彼女作らないじゃん、やっぱりアイドルとかも。だからなんかあるんだろうな、やっぱ独身じゃないとダメな職業ってあるんだろうね。よっしゃ、3時間でしっかり終わって、あと20分で終わって狐枠行こう。出稼ぎに行こう。叩かれに行こう。叩かれに。はい、みすけこんばんは、いらっしゃい。叩かれに行こう。フルボッコにされて稼ぐんや。まあまあねえ、やっぱ彼氏彼女いるって言わないもんね。 いるんだろうけど、やっぱスキャンダルになるもんね。なんか人間の心理であるんだろうな、そういう恋人がいる人は追いかけたくないっていう心理だよ、心理。いや、どうにかしようとかそういうものじゃないんだと。もっと本能的な、無意識の本能的なやつでしょ。なんかやっぱり彼女がいると冷めるんでしょ。その考えての行動じゃなくて、すっごいそのなんつうの、冷めた感じで見てるんじゃないの。キャバ嬢は彼氏いないって言うんよな、そりゃな。確かにキャバクラ行って彼氏大好きって言われたらびっくりするもんね。うん、いいねってなるもんね。ってことはやっぱりワンチャンあると思ってないとダメなのか。ワンチャンあると思ってないとダメなのか。逆にワンチャンないのに花火上げてくれてありがとうな、みんなな。1年間もワンチャンない男に、ワンチャンないのに俺こんなに稼いでんだよ。すごくね？すごいな俺。ワンチャンないのに食えてるってことじゃん。逆にかっこよくない俺。ノーチャンスはどうです？ありがとう。
狐枠いいけど和道が病んでる気がする。いや、いやしょうがないよそれは。それ病むでしょ。しょうがないよ。やっぱ背に腹は変えられないし食ってかないと。仕事だからな。やっぱその食ってく前提に考えてるけどね俺は。病むでしょそりゃ。そんな知りもしないやつからクソフルボッコ叩かれたら。いや仕事でしょ。そりゃそうでしょ。食ってかないとさ。完全に俺仕事だと思って割り切ってるよ。うん、しょうがないでしょ。そういう星の元に生まれてきたわけだから。罵倒に耐え仕事してる、うん、いやだから羨ましいよな。囲われてて花火投げられてるやつ見ると何なんだよって思わない？もうねほんと殺意わけよね。何なんだよこれってね。俺ねタバク見てもね笑うもんね。テールとか見てこれ何ってすごいよなあれ。囲われてなんつうのよ、もうキャーキャー言われてお金が入ってくんだよ。わからねえ。もうあれ天才だよ俺からすると。なんであんなことになるんだろうっていう。お奇跡だよ奇跡。すげえよな。自然体だよね本当に。自然体だよね。いや俺も別に自然体でやってるつもりなんだけどな。うん、なんかオーラがあるっつうか優しいよな。雰囲気あるよね。何なんだろうあれ。雰囲気しかない。雰囲気で食えるってすごくない？いや面白いことっていうかさ、もうなんだろうね、ええなーって言ってるだけだもんね。そうなんや、ええなーって言ってるだけだもんね。ええやろって、ほんまやなーって。いや犬はわかる、犬はわかる、犬はわかるのだけど、その犬、要は花火が来る前のテルは分からん。何あれ。何なんだろうな。奥深いわ。本当何なんだろう。あれ男の人もコメント打ってんのかな TCP って。本当に女性特化型じゃん。いや要はね、真似てもダメ。研究もう散々数年間やってきたの。結論、あのね、要はね、ドレさんがそうじゃん。要はヨッサンの真似して、あの花火投げねえやつはいらねえよって言ってキャラが違くて叩かれる。で初見ブロックなっていううなちゃんの真似して叩かれる。で要はね、真似すりゃいいっていうわけじゃないよ。真似したらいいって問題じゃないっていうの分かってきた。要はキャラクターに合ってるかどうかでしょ。本人のキャラに合ってるかどうか。だからね、結局ね、自分を突き詰めていったやつが勝つんだよ。テルの真似しても無理よ俺が。ヒントはなんかもらえるかもしんないけど、自分にしかできないことやってるやつは強えよやっぱ。
いや、だから、いや、俺昔だからうなちゃんまんのモノマネやってたけどダメだと思ったもんね。だからちゃんまんのモノマネやめたもん、完全に。あ、佐野追っかけてても佐野超えらんねえわっていう。俺にしかできないことやろうって。いや、でも顔は別にか、なんつうの、とびっきりのイケメンじゃないけど、ああいうのモテる気がするけどな。俺、テルがモテるのはわかるよ。同級生であれくらいの顔が一番モテると思う。そんな感じしない？なんか同級生でもあんなの、あんな感じが一番モテなかった。多分ね、顔よりも性格の問題だと思うんだよね。あと、スタイルがいいよね、何より。やっぱ体がボクサーみたいな体で、細イケメンだから、あれはモテる。手が届きそうっていうか、やっぱ身近なんだろうね。モテると思うよ。あれはモテるでしょ。アイラがテルはすげえって言ってたかな。あ、まあ、AKB か。でもテルよりイケメンは確かにいっぱいいるかな。不思議な世の中だよ、本当に。あ、それはね、俺も思う。俺が客だったらどこで投げようって、俺客観的に自分の枠見たら思うね。だから結構、グレート花火とかさ、長谷友さんがもう空気をまずバチーンって投げてくれるじゃん。あれすっげえ助かる。長谷友さんとか、まあ他の人もそうだけど、いきなりぶっ込んでくれるとありがたいね。だからその流れ作る花火みたいなの、投げるの上手い人いるんだよ。なんだろうな、流れだよね。確かに話し込みすぎ、俺もポケーっとしてた方がいいのかな、こうやってポケーっつって、マイネイいらっしゃい、風船ありがとう。セコンドはね、今鮫島さんが決まってる。あともう一人どうしようかと思ってる。この間なんか洗濯物干してて花火。あ、そう。ヒットマンさんお疲れ様です。なんか前ね、顔変わった？なんかギャルっぽくなったね。いやー、俺ね、SE つけるのはね、金梅さんが SE 反対派なんだけど、俺金梅さんが正しいと思ってて、要はね、SE をつけたら飽きてくると思ってんのよ。で、それを変えなきゃいけないから、SE 芸に特化するとどうなんだろうっていう。だから普通にありがとうって金梅さん言うだけじゃん。何々ちゃんありがとうって。で、金梅さんのロジック正しくて、配信やって投げてもらってありがとう以上のことを求める、その花火上げてありがとうに求められると、そこに集中するようになるから、なんかもう要は芸人じゃなくなるみたいな。いや、セコンドは鮫島さんと誰にお願いしようかっていう。鮫島さんはツバニャン呼べって言われたんだけど、ツバニャンと俺だったら数字取れるから、お前ツバニャン呼べって鮫島さんが言うってすごいよね。セコンドで全部持ってくっていうね。俺がセコンドなんだけど、ツバニャンと殴り合ってやるよって言ってたよ。本当にリスナーのことしか考えてないよね。鮫島さんすごいよね。本当にリスナーが喜ぶことしか考えてねえっていう。それ俺の試合より面白いじゃないですかって。ずるいわー。
いや、ドレさんは多分本当にやってくれないと思うよ。結構ガチで断られてるからね。いや、ドレさんにとってもね、感動していい話になると思うんだけどね。なんか計算はできるんだけど、計算が的外れなんだよね、結構。計算はできる人なんだけど、市場が介入するイメージがあるね、やっぱり。なんかやっぱりその捨て頃ね、ワド可愛いっつって可愛がってくれてるけど、やっぱり便所さんになんか言われるっていうのが嫌なんじゃないの、その後に。でもそれ言われてなんぼな世界だと思うんだけどな。結構ね、気にしいなんだよね。結構気にしいな。俺だったら警備員の服着てセコンドやるけどね。大爆笑でしょ。ありがとう、ゆでたまごさん、花火ありがとう、助かります。ありがとう、ありがとう。タイミングなんかない。投げたい時に投げるっていう。絶対爆笑起こらない。警備員の服装してセコンド来たらさ、ファンサービスやべえってなるのにね。いや、あ、っていうかね、俺ファイナルでベンドさんとドレさんとかやったら、両方のリスナーすげえ認められるっつうかね。なんか好感度上がると思うんだけどな。っていうか、ドレさんだったら別に今からでも、なんか割り込める存在だと思うけどね。もう他の選手は無理だよ。もう決まっちゃったからで終わりだけど、俺ドレさんだったらワンチャンなんか便所さんとかやろうぜやろうぜってなりそうな気はするんだけどな。ちょっとメンツ弱すぎるもんね。そうそう、ドレさんいないと捨て頃じゃないってみんなが思ってるのに。 ねえ、ドレさんの捨て頃みたいなところあるかんね。捨て頃でのし上がったんだから。ドレさんの戦い見たいもんな、やっぱ。なんだかんだ言って見たいもんな、俺。やっぱこの人強えっていう。下手にプロで行くとか言わなきゃよかったのに。まあ計算できない天然だから面白いんだよな。そこはドレさんの最大の魅力だもんね。超天然。頭いいのに天然。先々でハブられてる。人間関係作るの下手だよな。俺あんな不器用な人今まで出会ったことねえかもしんないぐらい下手なんだよね。絡む相手と揉める確率高すぎるでしょ。7割とかじゃない、多分7割近く揉めてると思うんだよな。すげえよな。いい人なのにな。でもなんだろうね、俺と喧嘩した時はなんで関係戻ったんだろうね。俺にも一回あったじゃん。あれ不思議だよな。なんか関係が修復したパターンって俺だけじゃない？よくよく考えたら。俺一回ドレさんと大喧嘩してんだよ。なんでなんだろう。不思議だよな。なんでなんだろう。と言われてみりゃ、俺も揉めてるっちゃ揉めてたな。何なんだろう。やっぱ分かんねえな、あの人。面白えわ。似てるよね。俺も思う。すげえ似てる。ツバニャン、いや、だから、そうそう、ツバニャン絡みの時。いや、オフ会行きたくないっつって、散々。4回ぐらい誘われて仕方なく行ったら、最後ツバニャンとコラボしてふざけんなっつって、出しに使いやがってっつって、で、しかもオフ会来てた女の人が泣いてみたいなので、もうなんか関係ねえだろこの売名野郎って言われて大喧嘩。なんで関係戻ったのかよく覚えてないんだよな。
何だったんだろう。仲いいかな。いつの間にか戻ってた。俺がすぐ忘れるからね。アホだから。俺その時は怒るけどね、普通にね、次の日忘れるタイプなんだよ。その場では本気で、まあ、狂ったように怒り散らすんだけどね、あんまり引きずらない。じゃあ次枠は地獄の狐枠やります。精神が削れますから、あの皆さん囲いコメントよろしくお願いします。お疲れ様です。フォローよろしくお願いします。